森下村、国威の女不思議な預かり物誰だって明日の我が身がどうなるか自分で自分の運命を予知するものはないはずだだから金井浩二が 寸前一歩の目の前に世にも奇怪な冒険が自分を待ち受けているとも知らず新宿の帝都ホールの片隅で憂鬱な顔をして青い吐息をついていたとて格別不思議はないのだがでもしかしいつもは快活そのもので人さえ見れば笑顔で迎える彼ナイがところもあろうにダンスホールの一隅で浮かぬ顔をしていたと聞いたらただそれだけで 彼を知るほどの友人は、小首をかしげて考え込んだに違いない。金井浩二。彼は家族の次男坊で、美男子で、おまけに評判の女優を恋人に勝ち得た幸福者だ。まして、いざとなれば、腕に覚えの柔道四段の猛者である。その金井が、と誰しも考えるところだろうが、実は彼にも、 人知れぬ苦労と悩みがあったのだ父親の死後兄から分けてもらった資産を大切にじっと遊んでいればよかったものをいろんな事業に手を出してつい人に騙されたりしくじったり最後のサイコロを投げるつもりであった相場の思惑がこれまたものの見事に当てが外れてこのところすっかり意気消沈の彼だったそこへ 今日ひょっくりと訪ねてきたマリコとつまらぬことから衝突して彼女の方から当分あるいはまずく行けばこのまま永久になるかもしれない別れ話まで持ち上がっていささか焼け気味になって家を飛び出しカフェやバーをうろついているうちに昔懐かしの気持ちに誘われたかついふらふらとホールへ足を踏み込んだのだったマリコがまだダンサーをしていた頃は 毎晩のようにここへ足を運んだものだったしかし今はもう大方顔が変わってしまって広いホールを見渡しても見知ったダンサーは少なかったのみならず賑やかな総額の値を聞いても現在の彼は相手を求めてホールの中へ浮かれ出るほど軽い気持ちにはなれなかったそれどころかさも楽しそうにウキウキと踊っている若い人たちを見ると かえって自分の気持ちが重くなって、なんでこんなところへやってきたかと後悔するような嫌な気持ちにもなっていた今も若い学生と組んだ背の高いダンサーがわざとらしくこっちへステップを踏みながらちらっと彼にウインクを投げてそのままスルスルと向こうの方へ滑っていったそれはマリコと同じ頃ここのダンサーとなった 今は押しも押されぬナンバーワンのリリー梅園だったいつもの彼なら喜んでいやギリにでもそのウインクに応えたであろうが酒の毛が冷めかかって重苦しい気分に沈みかかっていた金井はなぜともなく彼女の視線を逃れるようにつと横の方に顔を背けた。 とその表紙にホールを囲んだ右手の彼とは3軒と隔たっていない椅子にこっちを向いている一人の男と偶然ぱったりと顔と顔とを見合わした一瞬前の家内のように今度はその男がハッとした風でつと正面に向き直ったがその慌てた様子がなんだか今まで自分の方に注意していたように思われて 金井はじっと目をめた体には窮屈そうな黒っぽい背広を着た四十前後らしい髪を短く刈り込んだ男だが明かりのせいばかりとも思えぬほど青白い顔をして金井同様連れがないのか学生たちの間に一人ぽつねんと座っている「無論踊りに来たのではないらしい」と言って 人々の踊るのを見て目を楽しませているとも受け取れないとにかくこんな凶楽の場所へ出入りをする人のようには思われない男なのだそういえばちょいちょい入り口の方を振り返る様子が誰かをそこで待ち合わせてでもいるらしいいずれにしてもまるっきり見知らぬ顔なので金井はそれっきり気にも止めずホールの方に目を移すとちょうどその時総額の値がはだとやんで ホールいっぱいに踊っていた男女の群れがゾロゾロと自分の席へ引き上げ出したカナイはそれを塩に立ち上がった正面の時計は11時半を指している彼は帽子を取るとそのままエレベーターの方へ歩いていったまだお早いじゃありませんかちょうどそこへ上がってきたエレベーターへ踏み込むと 顔見知りのボーイがドアを閉めながらニコニコ笑って話しかけた金井がそれに何か答えようとしているとあちょちょっと後ろから追いすがる声がしてバタバタと駆け込んできた男があったドアの方に背を向けてポケットのタバコを探しながらボーイと一言二言話していた金井は1階まで来るとそこで両蹴りに火をつけて さてどこへと目当てもなく足の向いた方へ狭い通りをブラブラと歩き出したとほんの五六軒も来たと思う時だったふいに「もしもし」とそばの暗い物陰から呼び止める声がしてひょいと一人の男が飛び出した「僕ですか?」少々面らった金ンがそう言って立ち止まると ええ、実は、ホールでお見かけしましたもので。そういう相手の顔を見ると、なるほど、つい今の先ホールで見たあの男だ。それにしても、じきじき面と向かったその顔の不気味さ、額に刻まれた深いしわ、だらりとたるんだまぶたの下からギロギロ光る怯えたようなまなざし。金井が何か言おうとすると、 〈あなたはまっすぐい方のようにお見受けしますので恐縮ですがこれを預かっていただきたいんですがそれからご面倒でも明日の午後1時に赤坂見つけで頂戴いたしますから〉〈半分は震え声でやっとそれだけ口にするとその男は辺りをキョロキョロ見回しながら何かしら紙にくるんだ小さいものをそそくさとかないのポケットに押し込んだ〉 と思うと。そのままそばの狭い路地へ。かき消すように姿を消した。真夜中の殺人事件。妙な男だなあ。狂人かしら？いささかあっけにとられた形で独り言を言いながら。 金井は右手をポケットに突っ込んでその紙包みを触ってみたまんじゅうくらいの大きさの平べったいちょっと重みのあるものだったが彼はそれ以上ポケットから取り出して改めて見ようともせず「石ころか何かだろう」と口の中でつぶやき捨てるともうそのことは忘れたようにまた暗い気持ちに帰ってとぼとぼと歩き出した 突然東京温度の陽気な林が耳元で聞こえた気が付くといつの間にか三越裏の明るいカフェ街の入り口に立っていた彼はそこに立て込んだ円卓の間を縫うて電車通りの方へ歩きかけたと狭苦しい車と車の間を金井の体を突き飛ばすようにして3人連れの男が通り過ぎた その3人がひどくせかせかしていることは家内にもよく分かったしかし声もかけずに押し通ってゆく人も投げなその態度がちょっと不快に感じられて家内はにらむように彼らの顔を一人一人見送った一人は顎の四角い小太りに太ったまわりらしい和服姿もう一人は痩せ型の髪こそ黒いが目色から顔の輪郭から 一目ででそれれと知れる国際でなんだか陰謙そうな顔にロイドメガネをかけている今一人これはどうやら猫背らしい体つきだがいずれも一癖ありげな面構えをしてこの界隈をうろついているのを見ればいずれは新宿に救う不良の地回りに決まっている金井はそんなことを考えながらうるさくつきまとう円卓を振り切って だいぶん人通りのさびれた電車通りを横切ると古くからひいきにしている裏通りの寿司屋へ飛び込んだぞくぞくと寒気がするのに考えてみればまだ晩飯も済ましてはいなかったのだ熱かんを命じてなみなみと継いだコップの酒をゆっくりと傾けながらあらごしらえもして家内がそこを出たのはもう真夜中を大分過ぎてそろそろ1時に近い頃だった。 継ぎ足した酒のけでいくらか元気づいた金井は駅前に出て円卓を拾うつもりで郵便局寄りの狭い通りをブラブラと歩いていたと不意に向こうの方でバタバタと人の駆け出す足音がしてガヤガヤとざわめく声闇を透かすと薄暗い明かりの下に黒い人影がうごめいている何かあったな金井は 弾かれたように足を速めて人々の後ろに近づいた。そして、背伸びをしながら覗き込むと2人の警官がこれも今来たばかりであろう。どうやら死体らしい。黒いものの上にしゃがみこんでそばの男と話している。ほんの今さっきですよ。足が基地の野郎とガードをくぐってこっちへ来ると、どっかこのあたりに止まっていた自動車が急に音を立てて走ってきたんです。 それがまるでヤブカラ棒で、基地の野郎は大方惹かれるところでしたよ。そいつをやり過ごしてここまで来ると、うんうんと変なうなり声で、なあ、基地。ああ、それが、なんだか息が詰まるようで。そうですよ、旦那。でも、 俺はまさか人が殺されてるとは思わないからそのまま通り過ぎようとすると不意にうーんとうめくものでびっくりして引き返したんですよするとこれなんだからおったまげちまってあのうーんで息が絶えたんだねあれからはもう声がしなかったからそうだったっけかなとにかくおったまげてそのまま交番へ駆けつけたんで あとのことはわからないんだが、その自動車の番号を見なかったかね警官の一人が、年取った方の頭を角刈りにした魚屋の若いシュートでも行った風な男に聞くと、さあねえ、こんちくしょうと思って振り返るには振り返ったが、番号なんか気がつきませんでしたよ。どんな車だった さあ、それもはっきり覚えていねんだが、どうだね、吉。地。わかんねえな。あ、乗ってたやつの顔はちらと見たんですが。うん。どんな顔をしていた警官が咳込んだ声で若い方に聞いた。それが一人じゃなかったようですが、足の見たのは、 洋服を着てロイドメガネをかけていましたよ。それになんだか外国面をしていたように思いますがね。じゃあ、戦国あそこのカフェを覗いたやつかもしれん。群衆の中からそういう声がした。みんなが振り向くとソフトをかぶった若い勤め人風の男だった。カフェってどこのカフェだね 近くにいた警官がその男をにらむように見たこの通りをまっすぐに行った丸屋というカフェですそれも誰か人を探している風でちょっと覗いてそのまま出て行ったんですがロイドメガネをかけた国際寺でしたよ国際寺警官が意外そうに相手の言葉を繰り返したが警官よりもむしろはっと思ったのは 家内であったロイドメガネの国際時それは戦国三越の横手で出会ったあの中の一人に違いない連れがあったという点それにあの三人連れがせかせかと人を押し分けて通り過ぎた様子それは確かにあの人混みの中を血眼になって誰かを探し歩いていたのだそれにしても 被金井は急に燃えるような好奇心にあおられて人々の中へ割り込むように入っていった今までは人々の後ろから警官の頭ばかり覗いていたので何もわからなかったがそこには夜分は用もないのかガラス戸を締め切った人気もない建物と建物の狭間まで奥の方に隅田わららしいものをいっぱいに積んである。 つまり空き地を利用した物置き場で死体はその入り口のところに往来の方へ頭を向けて仰向けになって横たわっていた薄根津色のワイシャツを染めてネクタイが横っちょに飛んだ胸から顎へコンコンと流れている真っ赤な血潮がまず金井の目に入ったついで目を半眼に閉じた ローのような真っ青い男の顔がとその瞬間金井は何かで撃たれたようにドキッとしながら危うく声を出すところだったなぜといってそれは戦国テートホールの表で自分に話しかけたあの男ではないかそれも自分の街灯のポケットに何か得体の知らないものを押し込んで そのまま闇の中へ消えていったあの男が一時間と経たないうちにもう死体となって横たわっているのだ紙包みの中身額に刻まれた深い死は、重そうなまぶたの下にじっと動かない瞳それに あありありと恐怖の色を浮かべた曲がった口元それは確かにホールから自分の後を追っかけてきて不思議な頼み物をしたあの男に違いないすると自分としては黙ってはいられないわけだがでもこの場で早速警官に話したものかそれとも後からゆっくり届けてたものだろうか金井が死体を見ながら考えていると おや何か握っているぞ改めて死体を覗き込んだ一人の警官が突然頓挟な声を上げたと思うとギュッと握りしめた死体の右手から変な紙切れのようなものを取り上げた「へえー、これは胸へつける喪章らしいが」警官は両側に黒い枠を取った布切れの喪章のようなものを軒明かりに透かして見ていたと思うと おや何かと思ったらドクロが書いてある決体なものを握っているなあこんなものは元通り当人に持っていてもらうんだ警官は吐き出すように言うとその布切れを今一度死人の手に握らしておいて今度は急に気がついたように大声を上げて周囲の群衆を追っ払いにかかった前の方にいた連中は 誰も彼も肩を掴んでぐんぐん押された。金井もその中の一人で、いつの間にか通りいっぱいになった野印馬の中に揉まれていた。届けるのは明日でもいいだろう。いや、うっかり届け出て,ても本当にはしてくれないかもしれん。なんだかわからないものを預かったなんて言ったら、かえって変に疑られるに決まっている。それにしても、 あの男は自分の命が危ないことを知っていたのだろうか知っていて自分にあの紙包みを預けただろうかどうもそうとしか思われないするとこの紙包みとこの事件との間には何か深い関係があるに違いないそれに自分の目にははっきり見えなかったが警官が見つけたあの ドクロの魔性相手に刃物を向けられる時まさかにあんな喪章なんか手に握っているはずはないすると犯人が強行の後であの男の手に握らしていったのではないだろうか恐ろしいギャングか何かが仲間を裏切った者に対する復讐か何かの印にそういえば犯人は果たして あの三人の人仲間だろうかロイドメガネの国際時なんていくら新宿界隈だってそう幾人もうろうろしているわけはない金井は野獣馬の間にもまれながらそんなことを考えているうちにいつの間にか自分の右手がポケットの紙包みをしっかりと握りしめているのに気がついたと同時に彼はキョロキョロと自分の周囲を見回した なぜともなく誰かしら自分を見ているような変な感じがしたからだったそれもポケットに突っ込んだ自分の手に何者かの目がじっと注がれているような気がしたのだだが辺りには誰もそんな人間はいなかった金井はほっとした気持ちで野じ馬の間を縫いながら円卓を拾うとまっすぐに 東中野の自分の家へ急がした車の中で彼は幾度ポケットの紙包みを取り出してみようとしたか知れなかったしかしもし運転手の目に触れたら彼はそう思って硬い紙包みを握りしめたままじっと辛抱し続けた門前で自動車を降りた金井はくぐりを抜けてそのまま玄関の方へ歩きかけた とふと足元に白い封筒が落ちているのに気がついた拾い上げると自分の名手が書いてある彼は歩きながら封を切って玄関の明かりに透かしてみた肉の細い万年筆の走り書きだがその筆跡には見覚えがあった街灯の右のポケットにある品物を君が所持している以上 君の命は危険だ。身辺に十分注意せられよ。金井はそれを読むも一緒、ぎょっとして思わず後ろを振り返った。そこらの暗闇から恐ろしい目がじっとこっちをうかがっているような気がせられたのだ。彼は腰のポケットから鍵を取り出すと、急いでドアを開けにかかった。すると、 まだ寝もしないいで待っていたか中でスイッチをひねる音がしてバあヤがそこに出迎えた金井家の家に若い時から奉公している気丈なバあヤで独り者の金井は若い女中など使うよりも気心を知ったバーヤ相手の方が結局気楽と考え家事万端を任してたった2人きりののんきな暮らしをしているのだったが何もかも手違いとなり 家財道具の整理までしてどこか勤め口でも探さなければならなくなった今かわいそうではあるがバー屋にも暇を出して自分はアパート住まいでもしようかと実は考えていたのだがしかしあの殺害された男を目の前に見た瞬間彼の頭からは自分のことなど跡形もなく消し飛んでポケットの中の預かり物のことばかり考えていたそれが 今また不思議な手紙を受け取っかれはもうこの奇怪な事件の渦巻きの中にすっかり巻き込まれたような気分だったまだ寝ないでいたのかねさっさと眠っちまえばいいのにせっかく出迎えたばあやにかないの言葉は邪けんだったでもおかえりがないと心配になってつい眠られないのでございますよ。 子供じゃあるまいし心配などせんでもいいよさあ早くお休み僕はまだ調べ物があるんだからではお茶でもこしらえてまいりましょうかいいよもう何も欲しくないんだカナインはつけつけ行ってバー屋を向こうへ追いやるとそのまま自分の書斎に入ってドアやカーテンに気を配りながらやっと椅子に腰を下ろして ポケットの紙包みを取り出しくるんだ紙はだいぶ時代がついているだろう黄色くなった宝書らしい厚紙でそれを開くと最初受け取った時石ころと思ったも通り中から出てきたものはちょうど手のひらに握りつぶされるくらいの大きさをした鉛の団子それも一方に刃物か何かで切断されたものらしく切り取った跡がついている。 ダイヤやプラチナは予想しなかったにしても何か貴重なものがと心をときめかした金井はいささかあっけに取られた形で手のひらにのっけた鉛の団子を呆然として眺めていたとふとその表にナイフか何かで彫り込んだらしい文字が見えた「昭和5年9月」「勝つ」年月日はいいとして 勝つというのは何だろう。のはだろ裏を返してみたが他には何も文字はない金井は手のひらの上で鉛の団子を転がしながらしばらくじっとにらんでいたがやがてそれをそばに置くと今度は包んであった紙を取ってしわを伸ばしながら広げてみたすると黄色がかった紙の上にこれは鉛筆で「横浜」 本目、上海圏、花勝。と、書体はつないが、はっきり読めた。マリコのおすすめ。不思議な預かり物と機械な手紙。二つとも解けない謎を考え悩んで、 明け方近くやっと眠りについた家内が翌朝目を覚ましたのは10時頃だった朝風呂に飛び込んで顔を剃りながら彼は「午後1時に赤坂見つけてと言ったあの男の言葉を思い出していたしかしその当人が死んでしまったからには出かけて行っても仕方があるまいそれよりもどこかでうまい昼飯でも食ってゆっくりと考えてみよう 彼はそう思って紅茶に喉を潤すと例の新聞をポケットに突っ込んで停車場の方へ歩いて行った例の不思議な預かり物は持って出ようかとも思ったが手紙の文句が気にかかって彼は弟子名にそっと書斎の壁際のソファーのクッションの下へ隠しておいた中村屋へでも行ってみよう彼はそう思って商船に乗るとポケットの新聞を取り出して ふと夕べの事件が出てはいまいかと早速社会面を開いてみたすると新聞の中央に「新宿深夜の殺人」と三段抜きの記事が目についた今夜1時頃淀橋区新宿バツ名目バツバツ番地先の会場で鋭利な担当用の凶器で胸部を刺し殺された年齢3 5五6歳。 コンサージ洋服姿の死体が発見された住所氏名その他一切不明であるが海中に24円在中の紙入れがそのままになっていたのを見ると犯人は物取りの目的でないことは明らかであるなお発見者の談によれば加害者は現場より自動車にて逃走したものらしく従って犯人は1人以上との見込みで警察当局は 目下右自動車の行方を検探中である深夜の出来事だけに敏腕な新聞記者もあまり深入りをして詮索する時間がなかったのかそれとも警察の方でわざと詳しい発表を差し控えたか被害者の人相やその手の中に奇怪なドクロの喪章を握っていたことなどは少しも書いていなかった金井は記事を読み返しながら考える。 もし自分があの時これこれだと警官に話していたら新聞記者はきっと猟奇的な筆を振るってこの3倍も4倍もの記事を書き立てていたに違いないそして金井浩二の名は奇怪なローマンスの立て役者としていやをなしに大勢の人々の目に触れていただろうそれのみか今頃まだ警察に引き止められて何かと取り調べられているかもしれない それを考えると、昨日黙っていたことは結果においてよかったが、さてこれからどうしたものか。いつまでも黙っているわけには行くまいし、それにあの手紙だって誰か事情を知った者が書いたとすれば、そう馬鹿にはできないが。とつ追いつ考えているうちに、彼はいつの間にか新宿を乗り越して、もう品濃町に近く来ていることに気がついた。そうだ。 乗り越したついでにマリコのところへ行ってみようあれに話したら何か知恵を貸してくれるかもしれない昨日喧嘩別れをしたばかりの彼女であるがやはり会ってみたい気持ちも幾分は手伝っていただろうがその気持ちよりも頭のいい何事につけて彼女一流の鋭い観察と批判を持ったマリコに昨夜の話をして知恵を借りたい願いが先に立って 彼は四谷見つけで電車を降りるとそこから間近い本村町の文化アパートを訪ねていったマリコは「これから芝居へ出かけるところだ」と言って黒のビロードに黄色いスカーフのついたアフタヌーンをつけていたがそれでもさすがに部屋へ通して椅子を進めた丸みを帯びた輪郭の正しい礼儀そのもののような彼女の顔は金井の目には いつ見てもで美しかった。しかし、昨日と同様彼女は笑顔も見せず無表情な陰気な顔でつけつけと金井に話しつけた「今日は何しにいらしたの当分会わない約束をしたじゃないの」うんでも会いたかったんだよ金井は折れて出るように優しく言ってそれに。 君の知恵を借りたいことができたもので。あたしの知恵マリコは軽く相手をあしらいながら。あたしの知恵は、昨日すっかりあなたにあげてしまったじゃないの。ふらふらしないで、なんだっていいから一つことをしっかりとやり遂げなさいって。あなたに足りないのはそれだけよ。自分の目の前へ転がってきたものをぐっとつかんで、なんでもいい。 最後までやっていくことでなくっちゃ何をしたって成功しないに決まっているわうんそれはよく分かったよしかし今日来た話は別なんだ実は金井は彼女の小言を聞くのが嫌さに早速昨夜の出来事を最初から順序を立ててすっかり話したが意外にもマリコはさして驚くふうもなく 天井を見たり窓の外を眺めたりして静かに話を聞いていたがやっと話が終わるとじっと家内の顔を見ながら面白い話ねでもその話まだ誰にもしないでしょうねと静かに聞いたするものか警察へも行っていかないくらいだものじゃあよかったわ あなたの名が新聞に出て変な噂なんか立っては私まで困るんだからで僕はどうしたらいいだろう今も言うとおり変な手紙も来ているし今からなら警察へ届けたって大した騒ぎもしまいと思うんだがいいえ警察へ届けるのは私絶対に反対第一今から言ったんでは散々お小言を食うに決まっているわ それに変な手紙なんか何もビクビクすることはないじゃないの怪しいやつが来たらあなたの力で取って投げてやればいいんだわそう言った彼女の口元にやっと初めて微笑が漏れたがすぐまた元の顔に返って私なんだかあなたが大変愉快な冒険に向いて今スタートを切ろうとしているような気がするわ 結果はどんなことになるか知らないけど、インテリルンペンのあなたには退屈しのぎに持ってこいだわ。警察へなんか届けないで、どんな冒険に出くわすか、迎えの船が来たら、躊躇しないで乗っかってみたらどううん。君がそう言うんなら、その覚悟でかかってもいいんだがね。本当それだと頼もしいんだけど、 また途中で腰が砕けてしまうんじゃないかしら大丈夫だよ。やるとなったらどこまでもやってみせるよ。そう。ではしっかりおやんなさい。どんなことになるか楽しみに待っているわ。じゃそこまで一緒に出かけましょう。事件 四つ,夜見つけでマリコと別れた金井はすっかり元気な気持ちになって近くのレストランで軽いランチを済ますと晴れ晴れしい顔をして電車通りを赤坂見附へ歩き出した不思議な依頼者が死んでしまった以上もう約束の場所へ出かけていく義務も必要もないわけだがもしかするとあの手紙を自分のところへ投げ込んでいった何者かがいるかもしれないその人間は、 あの男を殺害した仲間ではないにしても、自分があの男から頼まれた不思議な預かり物の秘密を知っているに違いない。そんなことを考えながら、石レンガの広いペーブの道を汗ばむような暖かい太陽を受けて、金井は赤坂見附まで来ると、清水谷公園へ通じる弁慶橋のたもとを立って、行き交う人を眺めていた。30分。40分。 1> 約1時間もたったが誰も家内に注意の目を向けるものはなかった彼はそろそろ退屈を感じて鈴を鳴らしてかなり立てる新聞売り子から夕刊を買うと橋の欄干にもたれながら何気なく新聞を開いてみたするといきなり目についた大きな見出し新宿の貝殺人事件被害者は出獄間もない前科者 気泡新宿の甲殺人事件については昨夜来新宿署に捜索本部を置き撤廠調査の結果意外にも被害者は先月下旬3年の刑期を終え出国間もなき前科2班小畑章介なることを判明し捜索当局は画然色めき立ち犯人捜索に異常な緊張を示している小畑章介は近年の怪事件として騒がれた 銀座二丁目貴金属商・小尾堂強盗事件の嫌疑者の一人として捕らえられたが同事件についてはついに自白せずために余罪により収監されたもので出国後も厳重監視中であったにかかわらず彼は巧みに尾行を巻いて数日来行方をくらましていたというなお格分するところによると被害者の焼酎からドクロを書いた機械な喪章が発見されたというので 当局はおそらく「彰微道事件」に関連する怪事件と睨み同事件再調査の意気込みで活動中であるちなみに彰微道事件は昭和5年2月10日の出来事で夜半二人組の強盗が店員出入り口より押し入り当直店員を縛り上げ当時同店で亡国大使夫人より委託され飾り付け修理中の首飾り価格10万円をはじめ 宝石その他、貴金属総計約50万円を強奪。自動車で悠々と逃走した怪事件で、当時、消微堂は委託品に対する責任上、懸賞金5万円、後10万円に増加を提供し、犯人捜索に努めたにもかかわらず、ついに迷宮入りとなったものである。金井は新聞を読むと、橋の欄干に持たれたまま、 3年前の古い思い思出出にふけり出した。新聞にもある通り何しろ50万円の貴金属が強奪された大事件ことに犯人捜しの懸賞金が5万円それもふ月後には10万円に値上げされたために警察当局が一層の緊張を見せたのはもとよりながら一方では素人探偵の活躍が大変で賞味堂ではその応接に暴殺され 店の商売はひととき中止も同然の状態だったと言われたものだところがその素人探偵の中に家内の友人で新聞記者の矢口大輔があったその頃よく銀座のカフェをぶらついていた金井は時々矢口とも会ってその探偵団を聞いたことだが彼に言わせるとあれだけの大仕事が店の事情に通じないものにできるはずがない。 従って犯人は内部にある、というので刑事の向こうを張って何十人という店員の底を調べ始め今に10万円の賞金を取ってみせるんだと本気で意気込んでいたものだったそれが約2ヶ月もたって事件の当夜強盗のために縛り上げられた店員の一人が通勤の途中電車の中でその夜の強盗の片割れらしい男を見かけ 追跡して捉えたののが今の小畑翔介調べてみると前科2班の教授を持ち出してっきり犯人は彼だという警視庁当局の見込みでさすがの矢口大介もさじを投げてしまったのだがさてその小畑章介は新聞記事にもあるとおり厳重な取り調べにも口を割らず他の罪名で収監され3年の刑期を終えて出国早々 何者かに殺害されてしまったわけだがもし彼が本当に彰微道事件の連類であるならば彼から不思議な預かり物をしたことをあの矢口に話してやったら彼は飛び上がって喜ぶに決まっている話してやろうかいや待てよ彼は新聞記者なのだうっかりしゃべって新聞の種にされてはまたマリコから叱られる そうだ、マリコは言ったのだ「どんな冒険に出くわすか迎えの船が来たならば躊躇しないで乗ってみよう」脅迫金井は手にした新聞を畳たたんでポケットに押し込むといま一度目を上げて広い十字路のあちこちを見回した。 橋のたもとに立ってからもうかれこれ2時間近くになるが誰もそれらしいものは現れないしこれ以上立ちんぼうを続けてみても時間を空費するだけのことだ彼はとうとう思い切って通りかかった円卓を呼び止めると新宿へと命じて行きつけの喫茶店カナリアの前で降りたそこはマリコとも時々行ったことのあるこの辺ではまず感じのいい小ざっぱりした店だった 客はそう立て込んでいなかったが、カナは階段を上って、人気のない、いつも自分が座りつけている柱の影のテーブルに腰を下ろすと、紅茶とケーキを取ってポケットの夕刊をいま一度読み返していた。すると、後ろのテーブルから不意に、今日の夕刊ですかと話しかける声がした。新聞に読み入っていたわけでもないが、 自分のそばへ人の来たことなど少しも気のつかなかった金井は無言のままついと後ろを振り返った。と赤いネクタイをしたハンチングの男がじっと自分の顔を見つめるように睨んでいるおやなんだか見たような顔だがそう思った金井が今度はぐいと体をねじむけると 色の白い面長の顔とがった花それよりもまぶたの下からのぞく青みのかかった瞳見た目でそれと知れる国際寺、それもロイド眼鏡は外しているが確かにゆうべのあの顔だ金井は思わずハッとしたが何気ない体でそのままこっちへ向こうとすると 昨夜の人殺しのことが出てるでしょう。と、達者な言葉で追っかけるように話しかけた。ええ、何か出てるようですね。金井は仕方なく気のなさそうな返事をした。出てるようだって。あなたは今までその新聞を読んでたでしょう。あの男から預かったものが気になって。何ですって ドキッとしながらそれでも強いて平気を装いながら金井は再び振り返った何を言ってるんです君は僕は君とは初対面だが初対面でも何でもそんなことはいいですよこっちじゃちゃんとあなたを知っているんだ実はあれをちょうだいに赤坂見附まで行ったんだがあそこじゃちょっと具合が悪いんでここまでつけてきたんですよ さあの男から預かったものを出してください相手はいつから腰を浮かして金井の方へ手を出したわからないなあ何の話をしているのか金井は心臓の鼓動を感じながらじっと相手の顔を見返したしらばっくれるのはよしましょうよ。 見つけの橋の上に2時間も立ってたあなたじゃないですか相手は皮肉に言って白い歯を見せながらどうせあの男に返すつもりで立ってたんでしょうそれをこっちへ回してもらうだけなんでそれもただでと言うんじゃないんですそれを渡してもらってそれからあの男が何と言ったか教えてくださったら 俺は十分いたしますよ上面は丁重に聞こえるが下下びた言葉でその口調から目つきから明らかに相手の態度は強制的で脅迫だ金井はそれが尺だった勢い返す言葉も荒くなった僕は何も君とそんな話をする必要がないんだあっちへ行ってくれたまえ 何だって青い目がギロッと光ったこっちはこれで筋道立てて話してるんだつまんねえ合情を張って後で後悔するよりもおとなしく引き渡したらどうだねマゴマゴしてると君もドクロの喪章をつかまなくちゃなるまいぜ何ドクロの喪章じゃ君は はっそれだけいやたくさんだろうさあ、あれを出したまえ一瞬家内を襲った恐怖の念が、そのすぐ次の瞬間には、恐怖に対する反抗と悪魔に対する憤りにかえって油に注ぎかけて、彼はさっと椅子を蹴りながら、相手を睨んで立っていた。君何度から命令を受ける理由はないどきたまえそこを それじゃあ命が惜しくないと言うんだな今一度考え直してみたらどうだね悪いことは言わないがうるさい一度聞いたらたくさんだ優うが早いか柔道四段の金井の拳が青白い相手の顔にグワンとなった不意を打たれてよろよろとよろめいた国際寺はそれでもテーブルにしがみついて ちくしょうと目を怒らしてわめき返した辺りにいた女給たちが悲鳴を上げて飛び散ったそこらのテーブルからドヤドヤと45人の学生が集まってきたまあ金井さんどうなすったんです顔なじみの女給監督が慌てて下から駆けつけた時には こそこそと逃げ出す相手を追っかけようとするカナをみんなが寄ってたかって引き止めていた。一体どうしたんですあの人、あなたの知ってる人いや、知らないんだ、あんな奴。それで、何か失礼なことでも言ったのうん、その…やっと椅子に腰を下ろしたカナが、 心配げに聞く女給監督に明瞭な返事をしかねて困っているとそこへ開花から上がってきた若い女給が「金井さんってこちら?今」「今自動車の運転手さんがこれを持ってきましたわ」と四角い封筒を差し出した「金井様」「確かに宛名は自分である」「急いで開封してみると」 真っ白いレターペーパーの面にたった1行「例の件」「必ず警察に知らせるな」と書いてあるきりそこには署名も何もない目を近づけるとたった今書いたばかりと見えてインクの色も半乾きだでも書体は昨夜の手紙と同じらしい運転手だけだったかね 金井の声は慌てていたええ店へ入ってきたのは運転手だけでしたけれど車の中にはご婦人の方が乗っていらしたようですわ女どんな女そうちらっと見ただけで気をつけてなかったんですが確か黒の洋装をした素敵な方のようでしたわ 奇怪な電話国際寺との活撃から女給たちに取り巻かれて思わぬ時間を潰してしまった金井が喫茶店カナリアを出たのはもう夕方に近くいつの間にかべったりと曇った空からは冷たい雨が風に混じって落ちていた彼はそのまま円卓に飛び乗ると中野の自宅に帰って夕食は後回しにして ソファーの下に隠しておいた鉛の包みを取り出した「昭和5年9月」「かつ」「右から左からためつすがめつ眺めてみてもただそれだけの文字である」しかし団子のようなその鉛に何かしら重大な秘密が隠されていることは今となっては間違いない」「第一にあの男が殺されたのは明らかにこれがためだ」 そしておそらくはその下手人の一人であろうあの国際児が自分の後をつけてきたのもこれを手に入れたいがためだったするとこの鉛はすでに人一人の命を奪っているまごまごしていれば今に自分もあの男と同じ運命に遭うかもしれないだがしかしこの鉛のどこにそんな秘密が包まれているだろう あの殺害された男がショウ事件の仲間で従って彼が大切にしていたこの鉛が何かあの事件とかかり合いがあるとしてもたかが一回の鉛ではないか待てよ金井はその時ふと鉛を包んだ紙の方へ目を移したそうだここに書いてある横浜本麓上海圏を訪ねてみたらあるいは何かわかるかもしれない 鉛に刻んだ「勝」の字と「花勝」とはおそらく同じものを意味しているに違いない金井がそんなことを考えていると不意に廊下の方で電話のベルが鳴り響いてばあやが誰かしら女の声だと取りついだ女の声あれではない金井は立ちながらばあやに聞いたマリコではあるまいかと思ったからだ いいえ声が違うようでございますよ金井は電話口に立って受話器を取ったもしもし僕金井ですが金井さん金井浩二さんですね澄み切った白金のような女の声だ確かにマリコの声とは違うそうです僕金井浩二です では、誠に失礼ですが、ちょっと私のところまでお出かけくださいません。お宅へ伺うんですかあなたはどなたですそれはお尋ねなさらないで、とにかく私のところへいらしてくださるわけには参りません。でも、お名前もわからないのに。誰だかわからないから嫌だとおっしゃるんですかそれとも、私が怖いんですか そんなわけではないんですが、あまりに出し抜けなお話ですし、一体どういうご用向きでしょうかそれは電話では申し上げられないんです。それに、私の方ではあなたをよく存じ上げておりますのよ。私の言葉を信じて、すぐいらしてくださいません。私を知ってるとおっしゃって、どうもお人違いではございませんか いいえ、よーく存じておりますわ。お信じになれないなら、詳しく申し上げてみましょうか。あなたはこの頃、いろんな事業で大変ご損をなさったでしょう。それからマリコさんと、二三日前、仲たがいをなさいましたわね。それに、ゆうべは、新宿で不思議な目にお会いになったことも存じておりますわ。そのことで、 僕に何かご用があるとおっしゃるんですかそうなんです。今のままでいらしては、第一あなたが危険です。私の言葉を信じてすぐいらしてください。悪いことは申しません。女の声が急に重々しく、命令的に変わってきた。お住まいは三番町の花村女学院の隣です。 花村女学院の隣。それでは四ツ谷寄りの方ですね。番地はええ、17番。30分ぐらいしたらともかく伺うことにいたしましょう。いいえ。車がお宅の前に待っております。雨の中をお気の毒ですけれど、それに乗ってすぐいらしてください。そうですか。それでは。 ああちょっと相手が慌てて呼び止めたそれからいらしてくださる時昨夜の預かり物を持ってきてくださいあれをお手元に置いては危険です受話器を置いて金井はハッと我に返ったぐんぐんとのしかかってくる電話の声に何を考える暇もなく相手の正体も突き止めないでつい向こうの言葉に引きずり込まれてうんと言ってしまったが でも自分が事業にしくじったことからマリコとの仲違いのいきさつそれに昨夜の出来事まで一切合切知り尽くしているらしいあの女は一体どうした女だろうマリコ自身ならともかくあの声はどう聞いてもマリコの声ではなかったのだもしかするとあの国際児の一味のものではあるまいかしかし どうやら自分に好意を寄せているらしいあの口ぶりから察するとそうとも思えない節があるでは喫茶店へ手紙を届けたあの女だろうか金井はふと運転手に四角い封筒を持たしてよこした自動車の女を思い出した必ず警察へ知らせるな。あの文句を読んだ時彼はきっとマリコであろうと思ったが 今になって考えるとこんな事件にマリコがそれほどの興味と熱を持っていようとは思えないするとやはり今の女だったろうかいずれにしても行くと約束したからにはこのまますっぽかしてしまうわけにはいかないのだこれも乗りかかった船だそうだマリコが行った誘いの船だ 冒険の門出のつもりで出かけてみよう金井がそう決心して鉛の団子をしっかりと内隠しにしまい込んで帽子をつかんで出ようとすると「この雨にまたお出かけでございますか?」ばあやがいぶかしそうに彼を見上げたうんちょっと出かけるがねすぐ帰ってくるよお出先は、 三番町でございますかああそうだよ。それでお電話を聞いていたんでございますが三番町の学校の隣と申しますと今は空き家になっているはずでございますが。何空き家になっているってどうしてそんなことを知っているね あそこには一岡さんとおっしゃるお屋敷があってばあやのめいがずっとご奉公していたんでございますうんあの新劇団を組織していた一岡さんかええー、それが芝居の方が面白くいかないのと隣の学校がうるさいとかでつい先月売り払って 小石川の方へお引っ越しになったんでございますよ。せんだってメインが来て話をしておりましたから間違いはございません。じゃあそのあとへ誰か来てるんだろう。でも表通りの方は学校で買い取って平安なんかも壊しているという話でございましたが。番地は同じでも家は違うかもしれん。 ととにかかく、ってみればわかることだ。しかしあのあたりはみんなおおきなおやしきですから17パンチが2けんもあろうとはおもえませんきっとあのいえでございますよそれにだれだかわからないおんなのひとからのでんわなんかけったいじゃありませんか 旗で電話を聞いていて心もとなく思ったのであろうそれとなく引き止めようとするが金井はもう靴を履いてばあやがしぶしぶと差し出す傘を受け取るともう雨の中に飛び出していた顔を見せぬ女まさかと思って玄関か門のところまで来てみると。 その角口を阻むように一台の箱自動車がぴったりと横付けになっていたおやおや金井が驚く暇もなかった金井さんでございますか車の中から声がして運転手が後ろを向いてドアを開けた僕金井だが君は迎えの車かねはい どちらからかのお迎えだね。金井は電話の主を知ろうとしてステップに足をかけながら聞いてみたさあ誰方ですかお名前は存じませんがこちらへ伺ってお供をしてくるようにとのことでしてじゃあ出入りの屋敷じゃないんだねはい途中で呼び止められたんです 運転手はそう言うともうハンドルを握りしめて車は制風に追われながら土砂降りの中を走り出した金井は前の小さい鏡に映った運転手の顔に注意した眉の濃い目の落ち込んだ朝黒い顔をしているが格別悪党らしい面構えとも見えなかったしかし車に乗った以上 どこへ連れて行かれるか知れたものでない彼はそう思って窓と運転手の方を油断なく見守りながらそれとなく警戒を続けていたしかし自動車はどうやら順序を通って新宿に出るとそれからは雨に光るレールを覆って人通りのさびれた電車通りをまっすぐに四ツ谷の方へ走り出した追い分けから潮町へ。 金井はやっと安心して後ろのクッションにもたれかかると初めてポケットのタバコに手をやった四谷見つけを左へ自動車は土手沿いの道をしばらく行くと横丁を右に曲がって警笛を鳴らしながら暗い建物の前に止まったと雨の中に降り立った運転手がドアを開けてそばの石段を刺した。 金井は洋傘を広げながら辺りを見回したよくはわからないがそこが土手三番町の辺りであることは間違いなかったしかし花村女学院の隣にしては土手から横丁へ入りすぎているように思われたその時運転手はもう石段を上がってドアのところで何かひそひそと話していた金井が後から上っていくと 運転手の陰になっていたドアのところから頭のはげ上がったちょっと見た目には背虫かと思われるほど背骨の曲がった爪襟服の老人がじろっと金井の顔を見上げたそして丁寧にお辞儀をしながら自分の後ろについてくるように目顔で合図をして薄暗い廊下をことごとと歩き出した金井は老人の後ろから 靴音を立てないようにゆっくりと歩いていったそれは長い建物に沿うた廊下で左の方は植え込みのある広い庭になっているらしかったでも廊下のそこここに灯ったほのぐらい伝統の明かりは足元を照らすのがやっとで辺りの様子まではわからなかった2三3 0軒も行くと廊下はドアに突き当たった 老人はそのドアを開いて金井を中に案内するとバタバタとスリッパの音を立てて引き返していったそこは中央にテーブルと椅子を置いたきりのがらんとした洋間で正面のドアが細めに開いて真っ暗い次の部屋がのぞいていた金井は目の前の椅子に腰を下ろしてポケットのタバコを取り出すとマッチを吸って吸い付けた とその拍子に頭の上の電灯がふいと消えて真っ暗い部屋の中にマッチの火がゆらゆらと燃え上がったやがてその火も消えてしまうと不気味な闇の中に口にくわえたタバコの火が蛍火のように光り出した雨は音を立てて降りしきっている部屋の中も窓の外も 漆のように暗い。停電かしら急にゾッとするような寒気を感じて金井が口の中でつぶやいた時突然パッと強烈な光が目を打った。と思うと目もまばゆい坑坑たる光線が天井に近い部屋の四隅から金井の顔をいや全身を照らしつけていた。 今の今まで少しも気がつかなかったが部屋の四隅に反射鏡を利用した伝統装置がしつらえてあったのだそして金井は今その反射光線の十字架を浴びて立っているのだまぶしい光線を避けるように金井はつと右手を上げたとまびさしになった手の下から正面のドアを背にしてスックと立った真っ黒い人間の姿が 影のようにぼんやりと目に映ったじっと瞳を凝らすといつどこから現れたかそれは黒色の様相をした女で長いスカートの下から細いすらりとした足の線とクリーム色の小さいハイヒールがくっきりとのぞいている金井の瞳が靴から足へ上半身へとしのぶように映っていった しかし光線の加減と服の色で膝から上はまるっきり見境もつかなかったことに同じ色の帽子にベールで包んだ顔のあたりはまるで輪郭さえも定かでなかったその時手袋をした女の手がかすかに動いたと同時に30分前に聞いた白金のような歯切れのいい美しい声が 目に見えぬ相手の口から響いてきた「よくいらっしゃってくださいました」さおかけくださいまし電話を通して聞くとは違って穏やかな中に人を威圧するような力のこもった壊れだったでもお帰りになるまでは決してそこから動かないでください。 私どんなことを申し上げても話が済むまでは動かないとお約束あばせ。僕の自由を束縛しない限り金井は努めて平成を装いながらきっぱりと答えた。 謎のままに。あなたの自由を束縛するなんて、どうしてそんなことができましょう。それどころか。顔を見せない国意の女はいよいよ落ち着いた口調で。私は、あなたのお力を借りて、大変愉快な面白い仕事をしようと目論んでいるのです。 それでこんな雨の中をわざわざお呼び立てしたわけですが、この仕事をうまく物にするためには、私が表に顔出しをしてはならないのです。ええ。無論、あなたに対しても私が何者であるかということは、当分の間絶対秘密にしておかなければなりません。あなたは、それを承知してくださいますのそうおっしゃるなら、是非もないことでしょう。 ではお話ししますが、私はあなたのことが、先ほども電話で申し上げた通り、すっかり承知しています。あなたがいろんな事業でしくじりなさったことも、お友達仲間から羨まれたマリコさんとの仲が、つまらぬことから気まずくなってしまったことも、そして、現在のあなたがひどく沈んだ気持ちでいられることも、よく知っているんです。それで余計なことですが、 今のままで不愉快な日を送っていらしてはお体のためにも良くないし、少し思い切った気晴らしでもなさって、のびのびとしたお気持ちになられたらどうかと陰ながらお暗示申していたのです。あなたご自身でもそうお考えにはなりませんおっしゃる通りです。実は僕もそう思っているのですが。そうでしょだから私今夜あなたをお呼びしたのです。 あなたの気晴らしになるばかりでなく、うまくさえいけば、あなたが満足せられるだけの報酬を得られる仕事が見つかったからなのです。もっとも、それだけの報酬を得るためには、無論危険は伴います。でもあなたなら、きっとその危険に打ち勝つことができると思いますわ。何ですか一体その仕事というのは。せき込むように言いながら、 カナは、津と上半身を前にかけて、心にくいほど落ち着き済ました相手の正体を見極めようと、じっと暗闇の姿に瞳を凝らした。しかし、女は、光線の影に巧みに顔を隠して、その輪郭も見せなかった。何でもないことです。要する資本は、ただ勇気一つです。どんなことがあろうとも、 物に投じないで最後まで突き進んでいく勇気を持って私の言う通りにしてくださればいいのです。差し当たっての仕事はあなたがそこにお持ちの鉛の包み紙に記してある横浜のナーテンを訪ねて行くことです。ナーテンといって花勝と書いてありましょう。本目の上海圏といえば表は品料理を兼ねたカフェです。 そこに花勝といえば誰でも知ってるバーテンダーがいるはずです本名は花田勝三郎といって心つき上がりの男ですがあなたなら何も恐れることはありませんその男に会ってどんな方法をとろうともとにかくドクロ団の名を使って鉛の半分をもらってくるのですえドクロ団の名を使うんですか金井はぎょっとして、 思わず腰を浮かしながら。ドクロダンというのは、あの国際寺の仲間ではありませんかそうなのです。しかし、その名前を使う方が、花勝の手から半分の鉛を手に入れるのに都合がいいのです。何も新たに彼らの仲間になれとお勧めするのではありません。時と場合で、目的のためには手段を選ばないでもいいはずです。 わかりました。で、ね、半分の鉛を手に入れたらそれは、第二弾の仕事に移るときです。そのときは、あなたの報告を待つまでもなく、私の方からご相談いたします。その辺のことは、私にお任せくださればいいのです。それよりも、横浜へ行って、花数と取引をしてくださるかどうかが目の前の問題です。 お引き受けくださいます正体を見せない女。謎のような殺傷。でも相手があの国際児の仲間でないことだけは確実らしい。しかも彼らの内幕を詳細に知っていて、それで自分を助けて一仕事しようとしているのだ。が、何はあれ。ことここに至っては、男一匹。 後には引けない場合だった。やりましょう僕の力でうまくいくかどうかとにかくやれるところまでやってみましょうそうご決心がつきましてそれで私も安心しましたわあなたがその決心でぐんぐんやってくださればきっと成功するに決まっています私それだけは保証しますわ でも、くどいようですけれど、仕事に取りかかったら、十分お身の回りに用心をしてください。彼らはきっとあなたを邪魔者にして、どんなことをするかもしれません。私、これからもできるだけのことはしますけれど、何と言ってもご自分でお気をつけてくださらないといけません。ありがとう。すると、二度もお手紙をくださったのは、あなたでしたか これからもといった相手の言葉から、金井はふと昨夜の手紙、さらに今日喫茶店で受け取った手紙のことを思い出して聞いてみた。そうなのです。私はあの鉛の塊が偶然あなたの手に移った時から、あなたに危険のないように、そればかり祈っていましたの。そういえば、あの鉛の塊を私お預かりしておきましょう。 ドクロ団の仲間はあれを狙っているのですからお手元にあっては危険です金井の心にはもう相手を疑う気持ちはみじんもなかったそれが誰であるにせよ自分に対して心からの好意を寄せてくれていることははっきりと分かったのだ彼は言われるままに内隠しから鉛の包みを取り出すと目の前のテーブルに置いたそれでは 今度お目にかかるまで、私責任を持ってお預かりいたしますわ。じゃ兵は迅速をたっぶと言いますから、明日にでも横浜へお出かけなすってください。じゃあ、今夜はこれでお別れしますわ。車が外にお待ちしていますから。どうか、お静かに。そういうも一緒。 部屋の四隅の電灯がかきけすように一時に消えて漆のような暗闇の中に絹ずれの音がかすかにしたがやがて頭上の明かりがほの暗く部屋の中を照らしたときにはもう女の姿もテーブルの上の鉛の包みも煙のように消えていたドクロの喪章 マリコでないことはあの声で明らかだ。では一体誰だろう自分が事業に失敗したことはともかく自分とマリコとの関係を知っているものといえば、そうだ。もしかしたらテート座のリリー梅園ではあるまいか。彼女とマリコとは昔から兄弟のような親しい仲だから、あるいはマリコからいろんなことを聞き知っているかもしれぬし、 それに、夕べのことも恋か偶然か、帝都座から自分の後をつけて、それとなく自分の様子を伺っていたのかもわからない。そういえば、なんだか彼女の声だったような気もするが。しかし、リリー梅園なら何も自分の前に顔を隠す必要はないはずだ。それに声は似ていたとしても、あんな男性的なテキパキしたところもないはずだ。 とすると自分の知った範囲では誰も心当たりの女性はないがでも今となってはあの女が何者であろうとそんなことはどうでもいいのだ自分は彼女の言葉を信じ同時に自分自身の決意から彼女の前に冒険を誓ったのだその冒険の結果が果たして行き詰まった自分の運命を開拓してくれるかどうか それは第二の問題としてともかくも現在の自分の気持ちを転換するために乗るか反るか冒険に向いて突進しよう金井はそんなことを考えながら行った時と同じ車に乗せられてまっすぐに自分の家へ帰ってきたすると門前に一台の自動車が止まって内玄関に電灯がついているのを見て誰か来客だろうと思いながら つかつかと玄関に近づいて格子戸を開けた。とその物音を聞きつけて転げるように出迎えたばあやが「お若さまだ大変でございます」ただならぬ顔色で後を続けようとした時ばあやの背後から中折れをかぶった背広姿の男が2人ぬーっと顔を出して。 あなたがこちらのご主人ですかと、不愛想な声で話しかけた。ええ、僕、金井ですがあなた方。金井が靴を脱ぎながらいぶかしそうに聞き返すと。それでは、まあ、こちらへお入りください。二人の男は先に立って、書斎の方へ入っていく。 家内は何が何だか分からずに2人の後ろから書斎へ入ると思わず「あっ」と声を上げてそのままそこに立ちすくんだ書斎の中は足の踏み場もないまでに引っかき回されてまるで嵐のあとも同然テーブルの引き出しが片っ端から抜き出され床の上には書棚の書物を一つ残らず投げ出して壁の額縁から鳩時計まで取り外してある乱暴さだ これは一体どうしたと言うんだ金井がばあやの方を振り返ると二人のうちの背のずんぐりとした子男がお留守の間に二人組の強盗が入ったんですよ今ばあやさんの電話で駆けつけたところですがと子供投げに行って細長い名刺を差し出した金井が新宿所刑事 高梨正雄と書いたその名刺を受け取ってちょっとあっけに取られているとそれでばあやさんから大体のお話は聞いたんですがあなたが出かけられて間もなく内玄関から2人組の強盗が入ってきてばあやさんにピストルを突きつけてあなたがゆうべ何か小さい紙包みを持って帰られたはずだそのありかを知っているだろうというので さんはむろん知らないと答えたそうですするとこの部屋へやってきてこの通り引っかきましてそれから2階の寝室へも行ったそうですが結局見つからないと言って何か捨てゼリフを残して帰って行ったというんですそれでお宅には格別これという被害はないわけですがどうも前後の模様から普通の物取り強盗ではないようで 何があなたの方にお心当たりはないですかな心当たりと言って、心当たりは十二分にあったが、カナイはわざと言葉を濁した。つまり、彼らが狙ってきた紙包みですね。何かそんなものを昨夜持って帰られましたかええ、その、ちょっとしたものですが、 最初は白を切ろうと思ったがもしバあヤの口から漏れていてはと思い直して金井はしぶしぶそれだけ答えたちょっとしたものと言ってものは何ですか紙に包んだ鉛の塊でしたどうしてそれを持って帰ったんです昨夜新宿で変な男に預かってくれと言って頼まれたんです 変な男にね今それをお持ちなんですか持っていません実は宣告返してほしいという電話がかかって迎えの自動車が来たものですから四谷まで行って今帰ってきたわけです四谷のどこですかで、ね、誰に渡してきました刑事はいつの間にか手帳を出して 金井の顔を見つめながらぐんぐんと突っ込んでくるしかしそこまで来れば金井の方はもう慌てることはなかったそれがばあやも電話を聞いたので知っているはずですが名前も言わないし女の声で四谷の花村女学院の隣だと言ったんですが行ってみるとまるで見当もつかない真っ暗いところで連れ込まれた部屋がまた変な電気装置がしてあって相手の顔が見えないんです。 で僕は、まるで狐につままれたような気持ちで帰ってきたんです。ええ、場所も相手もわからない。昼間行ってもわかりませんか。真っ暗い雨の中をぐるぐる回ったので、さっぱり見当がつかないのです。ああ、そいつは困ったな。刑事が手帳を持ったまま、うなるように呟いた。 実はばあやの話によると2人組の1人は眼鏡をかけた国際児だったというのですところで新聞でご承知でしょうが昨夜新宿で殺人事件があってその容疑者の1人に国際児がいるんですよそれはおおよそ見当がついているんですがただその被害者が普通の人間じゃなくて重大事件に関係しているので 国際寺の一味がその男を殺害した目的もほぼ想像がつくわけで。今夜ここへ来た国際寺が同一人だとすると、ちょっと問題になるわけですが。そうですか。新聞はちょっと見たんですが、なんだか銀座の小微堂事件の連累者だとかいう話で。そうですよ。 十万円の検証付きの犯人ですからね。ところで、あなたにその紙包みを頼んだというのはどんな男だったんでしょう。まず年から。さあ、それが、テート座の裏で、暗い横丁から不意に飛び出して、何か言いながら僕のポケットへそれを突っ込んで、そのまま姿を消したので、よく覚えていないんですが。 洋服を着た割り方背の高い四十年配の男でしたよ。じゃあ、うん、やはりあいつかな。二人の刑事が互いに顔を見合わせながらつぶやいた。それから何事かひそひそと話していたが、結局明日再調査をするかもしれないから部屋をそのままにしておくように。そして、家内には午前中外出しないように言い残して帰っていった。 刑事の自動車が門前から消えていくと「若様」ま」とばあやがおびえたような声で強盗からこんなものを預かっておりますよ気が転倒して今思い出しましたが懐へ手を入れて何かモゾモゾと探していたと思うとこわごわと取り出した小さい布切れいやそれは 金井が、しわがれた声で叫びながら、差し伸べた手を思わず後ろへ引っ込めた。それは、両側に黒枠の入った、ドクロの模章であった。片目の巨漢。おや、金井くんじゃないかラッシュアワーを過ぎても、 まだ乗り降りの客でごった返す東京駅のプラットホームで、中央線を京浜線に乗り換えた金井の前から唐突に声をかけて、吊り川にぶら下がった乗客を押し分けながら近づいてきた顔。それは古い知り合いの新聞記者、矢口だった。いいところであった。今、車へ帰って君のところへ電話をしようと思っていたんだ。どうして何か用があるのあれさ、 夕べの。矢口は、金井の前にうつむきかかって声を落としながら。たった今聞いたんだよ。あそこじゃ、昨夜の事件をだいぶん重大視しているよ。そこで、君にじきじき詳しい話を聞こうと思ったんだ。だって、あれだけのことだよ。僕には何もわからないんだ。だって話はかなり面白そうじゃないか。一杯汚れよ。 一つ詳細話してくれたまえ。有楽町で降りるんだろいや、ちょっと浜まで出かけるところなのだ。今晩は具合が悪いね。困ったなあ、そいつは。おや、もう有楽町だ。帰りは遅くなるのかねそいつがはっきりしないんだよ。早かったら帰りに付き合ってもいいがね。じゃ、11時頃まで待っていよう。 なるべく早く帰ってくれたまえ発車の信号を聞きながらそそくさと飛び出していった矢口の後ろを見送って金井はやれやれと思った彼が下車する有楽町まで2分とはかからない東京駅で出くわしたのがこっちの運が良かったのだ彰微道事件の当時には刑事の向こうを張って懸賞金を狙っていた矢口だから時間があれば 掘り葉掘りきっとうるさく話をせがんだに違いないそれもあの国衣の女との約束がなくそして冒険の一歩を踏み出してさえいなければ金井は喜んで一切を話してやったことだろうしかし彼は警察の取り調べをやっと1時間前に切り抜けて今横浜への車中なのだその金井が桜木町で円卓に乗り換えたのは もうそろそろ午後の8時に近かった旦那、本目はどちらですか運転手がスタートを切りながら訪ねた上海圏というのがあるだろうええー、上海圏ですか運転手の声がなんだかけげんそうに響いたと思うとすぐその後から上海圏は旦那 初めてですかん初めてだがね向こうにお連れでもあるんですかいや誰も連れなんかいないんだが一人で行っちゃ入らさないのかねそんなことはありませんよしかしなかなか盛んなところだそうですからね花から一人でいらっしゃる方は珍しいんですよ何しろ 本場の上海でも見られないといういろんな仕掛けがあるそうで、地下室へ入ったらまるでヤ幡タのヤブ知らずだという話ですからね。ほう。それじゃあうっかり地下室へは入って行かれないね。でも、たんまりお金を持って行くなら面白いところでしょうよ。その代わり、吐き出してしまわなきゃ返してはくれないかもしれませんがね。 村口を叩いているうちに電車通りを離れて裏通りを走っていた自動車がとある街角駅で止まると運転手がドアを開いて右へ入った工事の奥を指して上海圏はこの奥だと教えてくれたなるほどそこは自動車が通るにはちと無理なくらいの案外に閑静な通りであるでも両側のそこここには薄汚い飲食店が並んで 船乗りや自回りらしい酔っ払いが安闘の影から覗くおしろいを塗った女の子をからかっていたその間を縫うて物の二丁を行くと右側に二階建ての品料理店風の建物が目についた入り口に上海圏と白く掘り込んだ大きな表札がかかっていたあはあここだな 金井はつぶやきながらその前に立ち止まって建物の内外に注意した外観はそこらにいくらもありそうな品料理店で運転手が話したような広い地下室の設備などありそうには見えず店の中もひっそりとして大して客が立て込んでいる様子もなかったが金井がちょっと足を止めた間にガイドらしい日本人を連れた外国人と 三人ずれの米国の水兵がどやどやとドアを拝して入っていった金井はすぐその後にくっつくようにして中に入ったそこはスタンドのついた手軽なバー式の部屋で細長いテーブルを囲んで10人近い連中が腰掛けていたいきなりスタンドの前へ行った水兵の後ろから金井が空いた席を探しているとそばへ来たシナ人の球児が あちらの部屋が空いております。と奥まったドアの方へ案内しながら壁際にかかったドラを一つ軽く叩いたとそれを合図にドアが内側から開いてこれもやはりシナ人の年取った給仕が片隅の食卓に案内した低い天井の下にタバコの煙がもうもうと立ち込めてしばらくは人の顔も見えなかったが 酒と手軽い料理を注文して部屋の中を見回すとついたてで仕切ったテーブルのあちこちには日本人よりもシナ人や外国の船員らしい日に焼けた顔が多くそれが思い思いの言葉でガヤガヤとしゃべりながらコップの酒を煽っていた胸をつくような部屋の匂いや薄汚いテーブルにもかかわらず案外うまい料理に箸をつけていると不意に 隣のついたての向こうで大きな声がして、どこかの国の水婦らしい二人連れの赤毛の外国人が酔っ払った回らぬ下で怒鳴り出した。見ると、金井を案内してきた年取った品人の給仕を相手に何かしきりと言い争っているが、どうやら文句をつけて金を出し渋っているらしい。そのうちにだんだんと声が高くなって、とうとう手もつけられなくなってきた。 シナ人の球児がスルリと二人のそばを離れて背後の柱へ近づいた。と見るとそこにあるベルのボタンをグッと押した。と部屋の奥の一段高くなったところにかかったじゅうたんらしい重いカーテンがスルスルと開いてそこから頭と胴とひとかたまりになったような大男が大きなこん棒を右手に持ってのっそりと現れた。 花勝だ花勝だテーブルのあちこちからつぶやく声が聞こえて、あたりが急にひっそりとなった。花勝。得体の知れないあの鉛をくるんだ紙に記してあったな。国衣の女が自分にあえと教えた男だ。金井はじっと巨人を見つめた。左の目がつぶれて、 右の目も眉の下に落ち込んでいるが、その片目がギロギロと蛇のように光って、周回な顔を一層不気味に見せている。テーブルの間を縫って酔っ払いに近づいた花勝は、そのすごい顔で相手の二人を睨めながら、おい感情を払って出てうせろ噛みつくように怒鳴りつけた。が、 二人は酔っ払っているし、それに腕づくなら相手を選ばぬ船乗りだった。花活の声を聞くも一緒、彼らは椅子を振り上げて暴れ出した。巨人の棍棒が真っ向から振り下ろされた。テーブルの食器が音を立てて転がり落ちた。ついたてが倒れた。椅子が飛んだ。が一瞬の後には、 2人の外国人はぐったりとなって床の上に倒れていた。ざまを見やがれ。はなかつは吐き捨てるように言って。おいこいつを運び出せ。ぐずぐず言ったら向こうのドブへ叩き込んじゃ。え。集ってきた4人の給仕が血にまみれた。2人の外国人を担いで裏口から運び出した。 それを見送っていた花勝がものすごい目で辺りを睨み回しながら引き上げていこうとするのをおい花田君。金井が横から呼び止めたはっとしたようにこっちを向いた石眼の巨人が背中を丸くしてじろっと金井の顔を覗き込んだ謎の姉子 お前さんがね、足を呼んだのは。酔っ払いの外国人水夫を二人まで殴り倒したでっかい用心棒を抱え込んで、大きな体をのっそりとこっちへ向けた花活が、薄気味悪い片目でジロとカナイの顔を見据えながら、ぐっと顎をしゃくった。そうだ、僕が呼んだんだ。カナイが落ち着いた声で静かに答えた。 今の酔っ払いの仲間とでも言うのかねいや、あの連中とは関係ないがね。それじゃあ何のようです少々君に話があるのだ。それも内緒で。内緒の話嫌に落ち着き済ました相手の様子に鼻活の方がいささか気を飲まれた形で。 じろじろ、金井の顔を見ていたと思うと。じゃあ、警察の旦那ですかいそれも見当が違ったね。とにかく、どこか静かなところで話したいが、君の部屋はどうだね俺の部屋汚いところだが、構わなきゃ来てもらおうか。だが、 懐へ変なものなんか飲んでるんじゃないだろうな心配したもんだ君よりや僕の方がビクビクしているんだ金井は自分の強気を示すつもりで笑いながら無造作に言ってのけたが実はそれが偽りのない本音だったのだ宣告の運転手の口裏から察してもこの建物の中にはどんな秘密が包まれているか知れたものではない そこへ持ってきて、相手はバーの用心棒を引き受けている命知らずのゴロつきである。その男の後ろへくっついて案内も知らぬ建物の中へ踏み込んで、おまけにとてつもない相談を持ちかけたら、それこそどんな結果になることやら。無論腹は決めてかかっているが、それにしても内心多少の不安はあったのだ。が、一方では、 そのどう猛な面構えにも似ず、相手が案外おとなしく弱気に出ているのが、家内にはむしろ意外であった。自分がクソ落ち着きに落ち着いて泰然と構えているからでもあろうが、警察のものかと聞いてみたり、こっちの懐を心配したり、格別嫌な顔も見せずに自分の部屋へ案内していくところなんど、外国人水夫を殴り倒したあの花活とは受け取れない。 待てよ。これには何か死災があるかもしれない。油断をしてはならないぞ。金井が用心しながらついていくと、花活は悠ゆ々うゆうとテーブルの間を縫うて、ウエーターの一人に何事かささやきながら、食堂を外にすぐ目の前のドアを排して、ごとごとと階段を地下室へ降りていった。そして、一階とはまるで見違えるような、 明るいひっそりとしたいくつかの部屋の前を通って奥まった右側の一室へ入っていったそこは床の上に汚れた花ござを敷いたがらんとした部屋で部屋の隅に粗末なベッドが置いてあったその寝台の枕元に近く黒鞘の日本刀が壁に持たせかけてあるのが真っ先に家内の目についた ここなら誰も来やしねえ。椅子なんて気の利いたものはないんだが。花勝は寝台の後ろから丸型の低い腰掛けを取り出すと、それを家内に進めて、自分はベッドの端にどっかり腰を下ろしながら。それじゃあ、早速だが話を聞くとしようか。一体どんな用向きですね。 手に持った用心棒に角張った顎を乗せて、カナイの顔をじろりと見た。君に少々無心があってきたんだがね。無心何の無心ですいそれがちょっと風変わりな無心だが、その前に僕が何者だか名刺代わりに君に見せとくものがあるのだ。カナイはどこまでもずうずうしく構えて見せて、 昨夜、ばあやから受け取ったまま、直帰の隠しへ入れておいた黒枠付きのドクロの模章を、つと相手の鼻先へ突きつけた。と、顔を横にして、濃い眉根の下から片目の瞳でじろっと見ていた花数が、はっとしたように肩をすくめて。ええ、わかりやしたよ。名刺代わりの信任状というやつですね。 お前さんの顔を見た時から、大方そんなことだろうと思っていたんだ。じゃあ、用向きなんて改まって聞くまでもねえ話だ。全国、お前さんの方の姉子から電話ですごい文句を聞いたばかりだ。ようガス。俺も命を懸けた大切の品だが、一つじゃ用が足りんし。それに、 相手がお前さん方みたいなギャングじゃ、そっちへ行ってる一つを、今さら返せの何のと野暮なことを言ってみても始まるまい。のしをつけて、きれいに心情しましょう。ご覧なぜ。この通り、肌身離さずに持っている、命から二番目の品なんだ。吐き出すように言った後から。 内隠しへ手を突っ込んで無造作に取り出した鉛の団子を金井の前に差し出した形から重さから一方の切り口からそれに消えかかってはいるが丸くなった表の方に年月日を彫り込んであるところまで確かに帝都座の前であの小畑昌介から預かった鉛の塊のついの半分に違いないそいつを こうしてきれいさっぱり渡したからには、戦国姉子にも話しておいたが、もう俺にかかり合いはないんですからね。そのことを仲間の者にもよく話しておいてもらいたいんだ。これから先どんなもんちゃくが起ころうと、俺の名前と居所だけは、決して口に出さないということをね。いいとも。 男と男の取引だ。その点はしかと引き受けたよ。俺の言うことはそれだけなんだ。じゃあ、せっかく訪ねて来てくれたんだから、いっぱいやってお別れにしますかね。ありがとう。だが、そいつは今度にしよう。姉子が待ちかねているんだから。そうですかい。それなら無理には引き止めまい。 じゃ、帰りはこっちからがいいんだ裏通りへの近道があるんですよ闇に消えた女狐にでもつままれたような気持ちというが家内の今がそれだった花活に案内されて秘密の通路らしい薄暗い階段を上って 人通りもない寂しい通りへ送り出された彼は、本当に自分で自分のほっぺたをつねっても見たいほどの気持ちで、足の方向も知らずに中は夢中で歩いていた。相手はどうせしたたか者だ。こっちの話においそれと応じてくれようはずはない。だから、脅しても見、透かしても見、場合によっては腕づくのコアパ板まで行くつもりで十分覚悟をしていたのだ。 それがさてぶつかってみると何という他愛もない結果に終わったことかこっちから話を切り出す前に向こうでは何もかも飲み込んでいてまるで他人からの預かり物でも渡すように投げ出してくれたのだドクロの喪章を見た花勝がぎくりとしながら自分をギャングの仲間だと信じてしまったのは確かな事実だだが彼が 命から二番目の大切な品を惜しげもなく投げ出したのは自分より一足先に不思議な電話がかかっていたおかげなのだ彼はその電話で恐ろしい姉子からすごい文句を聞かされて震え上がっていたのであるそこへおりよく飛び込んでいった自分がすごい姉子の使いと見られたわけであるそれにしても そのの姉御といううは何者だろ無論あの国際寺の仲間には決まっているがあのならず者の花活を電話口へ呼び出して口先一つで震え上がらすとは恐ろしい女もあったものだおかげでこちらは楽々と目的を達したが後からのこのこ出かけてゆくギャングの方ではさぞかし驚くことだろう 足も宙の夢心地でそんなことを考えて歩いていた金井はその時ふと足を止めて振り返ったなんだか後ろで人の足音を聞いたような気がしたからだしかし寂しい街中のどこにも人の姿らしいものは見えないので金井はそのまま向こうへ向いて歩き続けた気がつくと両側には裏長屋らしい軒の低い家並みが連なっているが どの家からも火影一つ漏れず、あたりはだんだんと暗く、寂しくなってゆくばかり。ほてな、道を間違えてやしないかしら。金井はなんだかそんな気がして、口の中でつぶやいた。でも、花勝と別れたから、まだやっと三、四町来たばかりなのだ。今、少し行けば、どこか表通りへ横丁があるだろう。金井はそう思い直して。 前方に見える街灯の下まで歩いてきた。と驚いたことに両側の家並みがそこで急に途絶えて目の前にはどうやらグラウンドらしい真っ黒い広場が横たわっているのだおやおやこいつはえらいところへやってきたぞこんなことならあの花活に詳しく道を聞くんだったのに。 途方もないところへやってきたことに気がついたカナイは、そう思って早速足を後ろに返そうとした。と、その時、傍らの暗闇からひょいと飛び出してきた黒い影が、物も言わずにいきなりズシンとカナイの横っ腹にぶつかった。だ、誰だ不意をつかれて足を踏みしめる暇もなく、カナイはよろよろとなりながら怒鳴りつけた。 とその声に応じるように今一人の快感が今度は金井の背後から喉輪へ向いて踊りかかった何よ肩から首へかかった腕を掴むも一緒相手の体がひらひらと前方へ飛んだしかしその途端最初のやつが金井の足に一生懸命しがみついた意外なタックル 立ち向かってくる相手なら柔道四段の金井である。一人や三人物の数とも思わぬが、出し抜けに足首へとっつかれては足かせをされたも同然。五分の力も出なくなる。畜生金井は相手を蹴散らそうと、シャニムに両足を踏ん張った。しかし相手も必死だ。ダニのようにしがみついて離さばこそ。まごまごしていては今の奴が向かってくるに決まっている。 面倒だカナイはぐっと体をよじって相手の横っ面を殴ろうとした。途端、何かしらさっと彼の方をかすめて飛んだ。と思うと、振り上げた飼いなぐるみカナイの胴体をぐいぐいと締めつけ出した。突っ立ったまま身動きもならないやりさば。はっと思った時はもう仰向けざまに引き倒されて頭の後ろを 嫌というほど路面に叩きつけていた。おい、閉めたぞさあ、向こうへ運ぶんだかんだかいしゃがれたような声が近くでした。カナは頭の中が痺れてゆくのを感じながら、それでもどこかで聞いたような声だと思った。そうだ。あのカナリアの2階で聞いた国際寺の声なのだ。い、卑怯者 カナイは歯を食いしばって埋めきながら叫んだ。しかしその時彼はもう二人の男に担がれて真っ暗い腹っ端の方へどんどんと運ばれていた。その辺でいいだろう、突き据えろ。なーに、ジタバタすりゃ一発くれてやりゃいいんだ。おい、止めこう。こいつを持ったろ。国際寺は頭の方を抱えていた仲間の男に を縛った革ひもの端を渡すとぐったりとなった金井の前に立っておい昨日は俺をひどい目に遭わしやがったな腕力じゃかなわんかもしれんがカウボーイの革ひもにかかっちゃいくら君でもしようがあるまい悔しけりゃ動いてみろぶっ放してもらいたくてムズムズしてるやつが隠しの中に待ってるんだなあ だから言わんことか昨日おとなしく渡しておけやこんなことにはならなかったんだ君がいくら知らっぱくれたって俺たちはあの野郎の口から赤坂見つけで明日の昼過ぎ受け取るってことをちゃんと確かめてあるんだその赤坂見つけに1時間も2時間もとぼけた顔をして突っ立っていたくせに知らんの何のと言ったって誰が承知するものか 今夜花月に会いに来たのも大方あの用事に違いあるまいまあ文句は後にしてそこに持ってるならもらっておこうよ手元にないなら隠した場所を聞かなくっちゃだが金井の耳には相手の言葉が夢の中のささやきのようにしか聞こえなかった倒れた拍子にたたきつけた後頭部がキリキリと痛んで 頭脳の芯が麻痺したようにぼやけてしまって、それが現実の出来事か幻想の世界か、はっきりと自分で識別ができなかったのだ。彼は相手の声を夢うつつの中に聞きながら、ふと目の前に恋人マリコの姿を思い浮かべた。と、微笑みかける彼女の顔が、たちまちベールに包まれた黒衣の女の姿に変わった。 と今度は国際時の冷たい手が上着のポケットに触るのを感じた右から左へさらに直気の小さい隠しへ向いてその時金井の頭脳に花活から受け取った鉛の団子が初めてはっきりとよみがえったその鉛は万一の場合を考えてハンカチにくるんでしっかりとズボンのバンドに祝えてある もしあれへ国際寺の手が触ったら、金井はそう思うと、もうたまらないような焦燥を感じ出した。と、その檻も檻、どこから現れたか、四五人の黒い影がバラバラと彼らの周りを取り囲んだと思うと、手にした棍棒や竹へで、物も言わずに三人をめがけてぶってかかった。 金井を縛った皮紐の端を持っていた男が真っ先に悲鳴を上げて逃げ出したしゃがみ込んで金井のポケットを探っていた国際児が背後から不意を垂れてつんのめるように這いつくばったどうだね怪我はなかったかね方法の手で逃げてゆく国際児の後ろを見送りながら一人の男が金井の肩に手をかけて聞いたありがとう 大したいしことはないんだ。おかげさまで危ういところを助けてもらって金井がやっとこう立ち上がってお礼を言いかけると「お礼ならあの人に言うんだ俺たちはあの女の人に頼まれて駆けつけただけのことよ女の人に金井はハッとしながらその男の指さす方を振り向いた」 腹っぱの入り口のほのぐらい街灯の下にこっちを向いてじっと立っている一人の婦人頭からつま先まですっかり黒色ずくめの様相金井はよろめきながらふた足みやしかけだしたがそのときもう黒衣の女は街灯の下を離れて夜の闇にかき消すように 消えていた安全な避難所こりゃゃあ君、病院じゃないか止まった自動車の窓から白い建物の入り口にかかった「何々病院」と書いた看板を覗きながら金井は意外そうにつぶやいた「はい山下町の吉川病院ですが」 あの方はこちらへおおをするようにとのの話でしたので。した体をねじむけてドアを開けにかかっていた運転手がそう言って金井の顔を見た時玄関のドアが開いて小走りに出てきた看護婦が「金井さんでございますかどうぞ院長先生がお待ちでございます」とドアを開けて呼びかけた。 家内は病院とは変だなと思ったが院長が待っていると聞くとそれではやはりあの女が先へ回って自分のことを頼んだに違いないと思い直して自動車を降りた救援に来てくれたルンペンたちに逆手をくれて今度は道を踏み迷わないように表通りへの一筋道を教えられた通り上海圏の横手まで来ると向こうから来た運転手風の男が 自分の顔をじろじろ見ながら名を確かめておいて小さい紙切れを差し出した見ると自宅と喫茶店カナリアの2階で2度までも受け取った間がいもない彼女の筆で「この運転手の自動車に乗ってすぐ来てくれるように」と書いてあった念のために聞いてみると黒色ずくめの洋装をした夫人にたった今そこで頼まれたのだという。 目の前に姿を見せながらそのまま行ってしまったのはそれではどこかで自分を待ち合わすつもりだったのか金井はそう思ってそのまま自動車に乗ってきたのだ短い文句の中に「無論どこへとも行き先は書いていなかったがたぶん停車場付近かそこらの喫茶店ででも待っているだろう」痛む頭をクッションに持たせながらそんなことを考えていると 意外にも自動車は今言う通り病院の前で止まったのだどうぞこちらへ帽子を取って診察室へ通ると眼鏡をかけた始終前後の人の良さそうな院長が「金井さんですねどこかお怪我をなさったそうですが」と金井の体をジロジロと見回しだした。 格別けがってほどのことでもないんですが倒れた拍子に後頭部を少し打っただけで金井の方で孫つきながら頭の後ろに手をやるとどれどれと院長は金井を椅子にかけさせて容体を聞きながら見ていたが大したことはないでしょうが頭のことですからやはり手当てをして23日安静にしていらっしゃるがいいでしょう 静かな部屋を準備しときましたからすぐお休みなさってくださいでも僕そんなに大したことはないと思いますが金井は面食らいながら慌てて言ったが院長はニヤニヤ笑いながらいや大事を取るに越したことはありませんよそれにご紹介の方からのお話もありますから まあ2三日休養するつもりでゆっくりしていらっしゃいその方も今に見えるはずですから院長は家内には口もきかせず形ばかりの手当てをしてくるぐると家内の頭部に包帯をかけるとそのまま看護婦に言いつけて会場の病室へ案内させた傷らしい傷もないのに大げさに包帯難度してその上入院患者扱いにされるのが 金井は少なからず不愉快だった。しかし院長の口裏から察知するとそれもどうやらあの女からの頼みがあってのことらしくそれに彼女が今顔を出すというので彼はおとなしく看護婦の後について階段を上っていったすると普通の病室とは見えない二間続きの洋風の部屋へ導かれていやおなしに服を脱がされ 氷能までくくりつけてベッドの上に寝かされたとうとう入院患者にされてしまったのか看護婦が部屋の電灯を消して隣の付き添い室のスタンドにシェードをかけて出ていくと急にしんとなった薄暗い部屋の中で金井はくすぐったいような気持ちでつぶやいたがそれから間もなくどこかの部屋で時計の音がしだしたので耳を立てて 1一つ2つととうまで数えた時だった廊下にひそやかなスリッパの音がして入り口のドアがそーっと音もなく開いたと思うと影のような真っ黒い人の姿が忍ぶようにスルスルと部屋の中に入ってきた「ごめんがそませ。いいえそのままで金井がハッとして起き上がろうとすると その時もう、ほの暗いスタンドの明かりを後ろに、暗闇の中の影絵のようにまっすぐに立った彼女の口から、べいたば昨日のように動かないで、そのままでいらしてください。出ないとお話ができません。例の威圧するような声が、金井の耳にりんと響いた。金井は、半ば起こしかけた頭を、 再び氷の上に静かに落とした今夜は本当にお気の毒いたしましたわねでも大したおけがでなくて結構ですがお痛みはいかがですの痛みなんか何でもないのですほんのちょっとばっかりそうそれだといいんですがでもお粒のことですからお大切になさらないといけません私 あなたがあそこで駆け出そうとしてヨロヨロとなったのを見てきっとどこかおけがをしていらっしゃると思いましたので、ね、お傷の方はいいとして花活の方はうまくいきましてええそれが偶然というかギャングの姉子と花活は言ったんですがとにかくすごい女から電話がかかっていたんですよ。そこへりよく僕が行ったもので、 僕をその姉御の使いと思ったらしいんです。ねあれを渡してくれましてわけなく放り出してくれましたよ。これです。ここにこうして持っているんです。からいはヤグの下からハンカチにくるんだまま看護婦にもけどられないように懐に隠していた鉛の団子を取り出して枕元の小机の上に置いた。 それは大成功でしたわ。私はまたもしかすると、あの国際児の仲間にあそこで横取りされたのではないかと心配していたんですが、それを聞いて安心しました。すると秘密の鍵は二つとも手に入ったわけで、もうあなたはご自分の役割を立派にお果たしなすったのです。これからは、その鍵をどんなに使うか、私の方の仕事です。 どうか3、4日お待ちください。きっと吉報をお耳に入れることができると思います。でも、役目は済んだと言っても、これからが危険です。ドクロ団の仲間は、きっとあなたを付け習うに決まっています。だから当分の間は、安全な避難所に身を隠していらっしゃるがいいと思いますわ。安全な避難所というと ここです。この病院なら誰も気のつくはずはありません。お宅の方へは私からご心配のないようにお電話でもしておきますから、しばらくここに隠れていらしてはいかがですしかし、病人でもないのにこんなところでじっとしていられますかな。でも、今ももうストーリー飛び出したら危険です。今のところ、 ギャングの仲間はあなた一人を目印にしていますから姿を見せたらどんなことをするかもしれませんですからくれぐれも申しておきますわここから動いたら危険ですでは私それをお預かりして失礼いたしますわ影のような彼女の姿がつかつかと身体のそばに近づくと思うと金井の方に巧みに顔を背けながら つととりのだんごを取り上げるとそれではどうかお大切に別れの言葉をあとに残して不思議な彼女は廊下の外に消えていたの翌朝目を覚ますと頭の痛みは拭ったようにとれていた。 金井はベッドの上に置き直ってカーテン越しに朝の日を仰ぎながらさてこれからの退屈な時間をどうして過ごしたものかと考えた食事を済まして日当たりのいい窓際の椅子に寄っかかりながら往来を隔てた建物の上越しに静かな海の景色をぼんやりと眺めていると診察服を着た院長が看護婦も連れずにひょっくりと入ってきたいかがです痛みは おかげさまですっかりいいんです。今日はもう包帯も取っていただこうかと思うんですが。包帯は、まあ取らない方がいいでしょう。対して邪魔にもならないでしょうから。しかし、傷もないのになんだか大げさすぎて調子が悪いんですよ。でも入院患者ですからね。それくらいのことは我慢しなくちゃ。 友人にでも話すように言って口元に変な薄ら笑いを見せる様子がどうやら自分がここを避難所にしていることを万事承知の上らしい察するところあの不思議な女との間に十分な了解がついているのだすると院長はあの女が何者か名前から何から知っているかもしれない金井がそう思って女のことを聞こうとすると 院長が急に声を落として、それはそうとこの名刺入れはあなたのじゃありませんかと診察着の下に手を入れて服のポケットから革の名刺入れを取り出したええ僕んです名刺と回数券が入っているはずですが昨夜診察室ででも落としたでしょうか昨日診察室で服は脱がなかったし 落としたはずはないがと思って聞いてみるといや診察室ならいいが実はえらいところで拾ったんですよ本黙の裏町でへえ<ー>金井はひどく狼狽しながら立ってそれを紛らすようにではあそこで落としたんでしょうかでもどうしてまたあんなところへいらっしゃったんです 往診にでも往診は往診ですが変わった往診で昨夜12時過ぎに事件がありましてねちょうど警察医が東京へ出かけていて留守だもんで僕が代理に呼び出されたのですそれも現場は本木裏の空き地だというので自動車を裏町へ乗り入れて町外れで降りると ひょいと足元にこれが目についたのです。いつもなら気にもかけないところですが、もしや事件に関係がありはしないかと手に取ってその場で中を見たのです。するとあなたの名刺でしょう。お名前を聞いたばかりのところだったからまあよかったですよ。そのままポケットに突っ込んで持って帰ったんですが、 中も見ないで係官の前へ出したら、ちょっと厄介なことになるところでしたよ。そうでしたか。それはどうも。実は、昨日僕もあそこへ行ったんです。どうせそんなことだろうと思いましたよ。でも、事件が事件だから、うっかりこんなものが目に入ると、ちょっと来いときますからね。 そうでしょうとも。それに僕も少しばかり殴り合いをやったんだから、疑られても仕方がなかったわけで。いや事件は11時半頃だから、あなたに関係のないことは僕でも証明しますがね。それに、頭へコブをこしらえた程度の簡単な事件ではないんですから。じゃあ、誰かやられたんですか 一人は即死、一人は瀕死の重傷です。やられたのは、あの近くの上海県の用心棒をしている、花勝という有名なごろつきですがね。えあの男が金井は思わず声を上げて、ハッとしながら口をつぐんだ。知っていますかあの男を。ええ。 いつか会ったことがあるんです。カナイがまごまごしながらやっとそう言ってごまかすと、委員長は大して気にも留めない風で。じゃあご存知でしょう。赤眼の大男で、用心棒にはもってこいの男ですよ。そいつが背中からい口らしい狂気でたった一月にやられて即死です。 今一人は上海県でも知らない顔だというんですが、これは立ち向かっていくところを花勝にやられたらしく、顔から胸を大分やられて虫の息になっていました。30前後の身なりも風采も立派な男でしたが。すると、花勝を刺した犯人は逃亡したわけですね。もろん逃げたんでしょう。現場に凶きもなかったようですから。 それで、原因は何でしょう警察の方ではどう見ていますさあ、それは僕に関係のない話だが、現場で取り調べを受けていた上海県のボーイたちの話では、9時頃にも一人、花勝のところへ知り合いらしい男が来て、奥の部屋で話していたが、それはほんの5分か10分ぐらいで、 11時ごろにまた他の男が訪ねてきて一緒に連れ立って出かけたというのですそこで現場に倒れている男を見せると一緒に出て行ったのは国際寺でこれは前に来た男らしいと言っていましたよそれで警察ではその2人がグルになってやったんだとみて早速不良狩りにかかったようですがね 院長がそこまで話した時看護婦が入ってきて警察からの電話だと告げた院長がそそくさと出ていくと金井は椅子の中で腕組みしながら考え込んだまず第一に金井は自分が事件渦中の人物になっているのに驚いた九時前後に花活の部屋へ入っていった男つまり自分が 花勝のために瀕死の重傷を負わされていることになっているのだボーイたちがその男を自分と見たのは大方服装や年頃が似ていたからであろうがそれにしても自分の名刺入れを院長が拾ってくれたのは幸運だったもし他人の手に拾われていたらそれこそその男と間違えられるくらいの災難では済まなかったのだ花勝を殺したのは あの国際時に決まっている彼らは自分が秘密の鍵を持ってないことを確かめると腰のバンドへ祝えているとも知らず今度は上海圏へ押しかけて花活を連れ出したのだところが花活の方では姉子からの電話で死者に渡したというし彼らの方ではそれを信じるはずはなくそこでついつい命のやり取りにまでなったであろう。 どうもそう考えるより仕方がないがそうだとするとかわいそうなのは花活でどこまでも幸運だったのは自分一人だでも新聞はその事件をどういうふうに扱っているだろう金井は急に新聞を読んでみたくなって玄関の下足版に頼んで朝の新聞を56種も買ってこさせたが意外なことにはどの新聞を開けてみても 昨夜そんな事件があったことは1行半句も書いていなかった東京の新聞には出てなくとも横浜の新聞には何か書いてありそうなものだと思ってあちこちひっくり返してみたがやっぱりどこにも見つからなかった深夜それもバスへの出来事なので長官に間に合わなかったのかもしれない金井はそう思って勇敢を待ちかねたがその勇敢が来ても 花活殺しの記事はどの新聞にも出ていなかった記事差し止めというやつかな。金井は淡い失望を感じて口の中でつぶやきながら最後に取り上げた帝都新聞を開けてみると大きな活字で「ギャング」という字が目についた読んでいくと景品の盛り場をねじろに要綱する 古い新しいギャングの内幕を書き立てた続きものでいろんなギャングの名前を並べた中にドクロ団の名も入っていた帝都新聞といえば昨夜の夕方東京駅で出っくわしたあの矢口のいる新聞だ自分がギャングに襲われた話をしきりと聞きたがっていた矢口である大方あの男が新宿の殺人事件や記事を差し止められた花勝殺しに関連して それとなく側面からギャングの内幕を慌きにかかったものだろう金井がそんなことを考えていると受付の看護婦が即達だと言って四角な封筒を置いていった見ると東京中央局の消し印があって例の細かい女文字で自分の宛名が書いてある金井は急いで封を切ったと12月15日午後8時 総図旧船木別邸にてお目にかかりたく右お含みの上この手紙は早速お焼きしてくださるようと頭も尻尾もない用件だけの文句が走り書きにしたためてあった15日といえばまだ1週間も先のことだがどうしてまた厨子なんかへそれも 夜の八時に来てほしいというのだろう二度目の罠最初の一日はどうにかくれたが次の日つまり三日目になると金井は檻の中にいる獣のような倦怠を感じ出した本当の病人ならば是非もないがどこと言って悪いところもないのに わざわざ包帯をして病人らしく見せかけてじっとしていなければならないとはそれがあの女の心尽くしであるにもせよ家内にはどうにも我慢のできないことだったそれにそうした所在なさの一方ではマリコのことが思い出されてならなかったあの日会った時はまだなんだか他人行儀のようなところはあったがそれでもいくらか気持ちを直していてくれたようにも思われる あれからあの不思議な女の言うままにこんな冒険をあえてしたのもいわばマリコの勧めがあったからだその後どうなったかどうしているかおそらく彼女の方でも自分のことを案じているにそういないそういえば花勝の殺されたことをあの女にも知らしてやりたい秘密の鍵は手に入ったにしても花勝の死は 直接間接間事件に関係のあることだ花村女学院の隣へ行けばあの女がどこにいるか何者か探し出すこともできるだろう金井はそんなことを考えているともう檻のような病室の中にちっともじっとしていられない気がして昼過ぎ院長が往診に出かけた留守の間を幸い頭の包帯をかなぐり取って そこらへ散歩にでも出かけるふうをしてぶらりと病院を外に出た桜木町まで円卓を走らせて約1時間後電車に揺られながら四谷見つけで下車するとあの雨の夜迎えの自動車で通った花村女学院の前の土手を右へ横丁へ向いて入っていったそして確かこの辺だったと思いながら足を止めるとすぐ右側に。 見覚えのある石段のついた小さい門が目に入ったと同時に彼はそこに貼られた貸し屋の札を見て呆然として立ちすくんだどこへ引っ越していったか尋ねようにも近所は大きな屋敷ばかり貼り札に書いてある家主か差配の住所は日本橋の方である金井はとぼとぼと足を返して 元村町のマリコのアパートを訪ねて行ったあれからどうしていらっしゃったの格別嫌な顔もせず家内を迎えたマリコは真っ先にそう言って聞いたやっぱりこっちで思う通り自分のことを心配していてくれたのかあの日四谷見附で別れてからのことをそれからそれと話して聞かせたが聞いている彼女の方では大して驚いた様子もなく ただじっと耳を傾けているだけだったそれでは横浜の病院に入っているというわけなの話が終わるとマリコが澄み切ったかわいい目を上げてじっと家内の顔を見たうんその人の行為でしばらく避難しているわけなんだじゃあポカポカ飛び出して何度来てはその方にすまないんじゃありません せっかくそんなに心配してくれてるのにでも病気でもないのに大の男が2日も3日もベッドにゴロゴロしていられるものかだってこんなにして出てきてギャングに見つかってもしものことがあったらどうするつもり私もやっぱり病院に隠れていることをお勧めするわ日の暮れないうちにこれからすぐ横浜へお帰りになったがいいわ 転ばぬ先の杖ということもあるんですからマリコにそう言われては返す言葉もない家内であった彼は結局報告は報告として再び檻の中に舞い戻るべく彼女の説法を聞きに来たに過ぎなかったことを思いながらそれでも彼女に会えたことどこかまだ本当に打ち解けないところはあるが心情のこもった彼女の言葉を耳にしたことに満足して そのままアパートを後にしたのだったマリコはすぐ横浜へと行ったが四谷見附まで歩いているうちに彼はふと中野の自宅へ一度帰ってそれからにしようと思い直したそこで商船の乗り場の方へ踏みかけた足を止めて円卓を拾うつもりで振り返ったとその表紙に彼は自分の五六歩前でこれも不意に足を止めた若い女と ぱったたり顔をつき合わせたまあ足を止めてくださってちょうどよござんしたわあなたは金井さんでございましょう愛くるしい丸顔をした二十歳前と見える和服姿のその女が金歯ののぞく唇をほころばせていきなり金井に話しかけたええ僕金井ですがあなたは 身も知らぬ顔なので家内の方で面食らって問い返すと私あの方のお使いであなたをお探しに参りましたの横浜の方へお電話をしたら2時間ほど前にお出かけだとのことできっとお宅かまりこさんのところだろうというので今そこへお尋ねするとたった今お帰りになったとのお話で私大急ぎで追って参ったんですあの方というと そうせばお分かりになるからお目にかかったらすぐお連れ申すように何か急なご相談事があるようなお口ぶりでございましたわそういえばわかる自分が横浜にいることを知っている女それはマリコをのけてはたった一人しかいないはずだあの不思議な女に違いないそれも電話をかけたり使いを出したりするところを見ると何か急な用事ができたのだ そうですかわかりましたじゃあこれからすぐ音も押しましょう金井は円卓を呼んで女を乗せると自分も後から飛び乗った行き先はもう女がそれと命じたらしい運転手は見つけをまっすぐに権田原から神宮の外苑へ抜けて渋谷の方へ走り出した電車道をまっすぐに道玄坂を上りきると女が右へ左へと指図をして 自動車はやがて住宅地らしい一角に止まったどうぞこちらへ女は車を降りると目の前の植木に囲まれたちょっとした構えの家へ金井を導きながら内玄関から入って廊下をまっすぐに2階へ向いて案内した2階に応接間があるのだろうか金井がふとそんなことを考えながら足元にきしむ階段を踏んで2階へ上がると 女はツっつきのドアを開けて「こちらでお待ちを願います」「お見えになったことを申してまいりますから」と階段を下へ降りていったそこは書斎らしいと言っても書棚もなければ格別の装飾もないテーブルとひじつき椅子を置いたきりの洋画だったなんだかがらんとした無趣味な部屋だな。 金井が辺りを見回してそんなことを考えていると間もなく階段を踏む足音がして背後のドアがさっと開いた椅子にかけようとしていた金井がつと振り返ったと敷居のところに一歩足を部屋の中に踏み込みながらぬっと突っ立ったのは国意をまとうたあの女ではなくてはっきり顔に覚えのあるあの国際児だった <laughs> 金井が驚きの声を上げる暇もなかったとうとう罠にかかったなハ <laughs> 今度はもう逃げようったって逃がしはせんぞ動いたらこれだそう言うも一緒ブラウニングの筒口を金井の前に突きつけたリンチ おお決まりの文句だが、手を挙げてもらおうか。は <laughs> っそれからその椅子へかけるんだ真っ向からピストルを突きつけた国際児の目が金井の顔を見据えながらキロッと光ったその目はあえて怖くはないだが拳銃を持った相手に向いて手向かって行くのは無謀に近い言われるままに 金井は両手を上げて椅子にかけた「よしじゃあ飛べこう縛っちまえ」国際寺の後ろにいた背のずんぐりした人相の悪い男がつかつかと部屋の中に入ってきて両手も共に金井の体をぐるぐると椅子の背に縛りつけたついでのことに足も動けないように縛りつけろ罠にかかった獲物も同然どうされようとも仕方がない。 金井は完全に彼らの虜になってしまったわけであるこうなったら観念してまえひどい手数をかけた報いだ君のおかげでこっちは仲間の者まで殺したんだそれどころか本目からうまく姿を消してしまって随分と骨を折らしやがったよでもどうせあの女のところへ顔を出すだろうと思ったらやはり睨んだ通りだったね まさか恋人の隣の部屋に俺たちのスパイが隠れていようとは思わなかったろうからなハは、ハ <laughs> 君も関心と女には甘い方らしいね金井の目の前に手にした拳銃を投げ出して「ざまを見ろ」と言わんばかりに皮肉な造言それとも知らずついうっかりあんな女の口先に載せられたとは何という馬鹿だったろう 金井が唇をかんで悔しがるのを相手は小気味よげに見やりながらはは、<laughs> いささか驚いたと見えるなだから最初に言わんことか俺たちはこうと思い立ったらどこまでもやり通さなくちゃおかないんだね、命が惜しいならこの辺で観念してすっかりさらけ出してしまうことだよねえっ あの鉛の団子だ。あれをどこへやったんだねカナインは唇を噛んだまま相手の顔を睨み返した。はは <laughs> 言わないというのか。それで済むなら結構だが、どうせは割らなきゃならん口だ。さっさと言ってしまうが得だろうぜ。君があの女とグルになっていることや。 花勝の手から片方の鉛を受け取ったことぐらいこっちでも分かってるんだ。分かっているならいいじゃないか金井が吐き出すように怒鳴り返した。ところが分からないのはその女さ。なんという女か、どこにいるか、それを教えてもらいたいんだ。それはこっちだって知らないのだ。知らない はっ子供じゃあるまいし相棒の名前を知らないなんて言ったって誰が承知するものか承知しようとしまいと知らないものは知らないのだ金井は嘘は言っていなかった。国衣の女が何人か、その隠れ家はどこにあるか、それは金井自身も知りたいのだ。しかし、そうした事情を仮に話してみたところで何にもならないことなのだ。 それよりもりも売言葉に解雇だわ彼は相手の顔に爆弾でも投げつける気持ちで真っ向から突っ放だた。はっ、どうせやすやすと口は割るまいこっちもそれは承知の上だよーしそれじゃあだんだんと口を割るようにしてやろう今お客様を迎えに行ってるんだからそれまでじっとして待っていてもええ じゃあべこう。サルグツだ。薄汚いキれで金井の口を封じておいて捨てゼリフを後に2人が部屋を出てゆくとあとはひっそりとして長い長い退屈な時間が続きだした日は塔に暮れて明かりもない真っ暗い部屋の中に一切の自由を奪われた金井は痛憤から開墾へ赤稜へと追い詰められておしまいには もう何も考える心の張りもなくなっていたどれくらい時間がたったかそれは家内には分からなかったふいに家の前に自動車が止まってガラッと格子戸が開いたと思うと続いて階段を踏む足音がして二人の男が入り口のスイッチをひねりながらのっそりと部屋の中へ入ってきた一人は宣告家内を縛った男だったが 1> 今1人は見も知らぬ顔だった。1つところにじっとしていちゃ退屈だろう。これからお引っ越しだ。留め校はそう言いながら、相棒と2人で家内の両手を縛り上げて階段を下へ。門前にまたした自動車の中に連れ込んだ。ブラインドを下ろしたまま、どこをどう走っているか、まるきり見当もつかないうちに自動車は真っ暗い。工事に泊まって。 金井は2人に守られながら裏門らしい通路から変な建物の中に連れ込まれた大きな洋館らしい構えだががらんとして電灯一つついてはおらずなんだか廃墟といった感じのする家の中をろうそくの光を頼りに止めこを先頭に右へ左へと進んでいくとやがてドアに突き当たった「おーい!」ノックに応じる声がして ドアがそーっと中に開いた。早かったなちょうどいいそろそろ取りか,かろうというところなんだそれはあの国際寺の声であったが金井はその声を聞きながらまず目の前の光景に思わずずっと身震いしたぐるりと壁に囲まれた奥行きの長い部屋の中に細長いテーブルがあって その上に二本のろうそくがゆらゆらと青白い炎を立てて燃えているのだ。そしてそのろうそくの明かりでかえって不気味に見える部屋の向こうに猿靴は押せられた一人の男がこれもまた椅子に縛りつけられたまま身動きもならずに座っているのだ。 そこ知れぬふちへなんだか見たような顔だが金井がそう思ってほのぐらい明かりを通してその男の顔を見ようとするともっと前へ行ってあの男の顔を見るがいい知らない顔ではないはずだあいつは我々の秘密を嗅ぎつけて新聞へ書き立てている男なんだそう聞いて カナイは、はっと思いついた。猿靴は押せられているので、なんだか様子が変わっているが、そうだ、矢口だ。新聞記者の矢口なのだ。矢口君君もか声を出して呼ぼうとしたが、こちらも口は聞けないのだ。ふん、やっとわかったらしいね。俺たちもあの男を捕らえてみて。 おととい東京駅で君と話をしていた男だと分かっていささか機嫌に驚いたんだがそんなことはどうだっていいのだとにかく俺たちの秘密を新聞へすっぱ抜くようなやつはそのままにはしておけないんだそれだけ俺たちは命がけだということを君に見せておこうと思ってここへ君を連れてきたのだせめて別れの言葉くらいかけさせてやりたいがもう時間が遅い じゃあドクタル、そろそろかかってくれたまえ。声に応じて、部屋の隅から目玉の光る猫背の男が進み出た。いつかの晩、新宿で国際寺と一緒に歩いていたあの男だ。見ると、左手に小さい瓶を、右手には注射器のようなものを持っている。どうしようというのだろう。まさか殺そうというのではあるまいが。 金井は急に不安な気持ちに襲われて、つと顔を背けた。なんだかまともから矢口の方を見ているに耐えられない気がしたからだ。と、不意に、うーんという声がした。かすかな、しかし、はっきりと聞こえるうめき声だ。金井ははっとして向こうを向いた。と、今の今まで、椅子の背に縛られながらもまっすぐに座っていた矢口は、ぐっと たりと椅子に落ち込んでうなだれかかった横顔が白狼のように青ざめているおや金井が驚きの目を見張るとそれを待ってでもいたように国際児が振り返った今さら驚くにも当たるまいもうあの男は死んでいるんだ俺たちは一度言ったことは決して取り消しはしないからね。 あれでどこにも傷一つついていないから、どこかへ売っちゃっておけば、どんな名医が見たって心臓麻痺としか思えないんだ。今度は貴様の番だよ。止めこうがあざけるように口を出した。いやあ、この色男は考え直すよ。むざむざ死んじゃ、第一あの女がかわいそうだ。ねえ、君。二人が何を言っているか。 金井の耳には入らなかった彼は自分の目を疑うようにじっと矢口の方を見つめていたさあこの辺で鉛の行方を言ってもらおうかねえ一体あの女は何者だねふと気がつくと国際寺の手が襟首のところで動いていた自分の返事を聞きたいために 猿ルグツを取ってのけているのだ。やっと口だけは自由になった。と同時に彼の心にムラムラと反抗の念が燃えてきた。人の自由を奪って脅迫するなんて、なんという卑怯なやり方だ恥ずかしいとは思わないのか僕は鉛のありかを知っている。ただ、君たちのような卑怯者に誰が言ってやるものかうっぷんと反抗の爆発が、 カナイの喉をついて部屋中に響き渡った。おいあの薬を忘れたかアホーメガ国際寺がカナイの声に明らかに老媒の色を顔に見せて、つと留めの方に目配せした。口は聞けても、両手は縛られたままである。彼は再びそばの椅子に嫌をなしにぐるぐる巻きに縛り付けられてしまった。猫背の男が、 陰険な目をして、しずしずと金井のそばに近づいてきた。そして、じろっと金井の顔を眺めながら、いきなり彼の右手の袖をまくり上げた。おい最後だぞ。命は惜しくないか金井の目に、青い液体の入った注射器が映った。彼は思わずヒヤリとして、全身の血が凍るように感じた。 俺はまだ若いこの若さで死んでしまってはそれもたった一言で救われるのだでも彼は激しい奉納にもだえただが命が惜しくて秘密をしゃべったとあっては第一男の一文が立たないしそれにあの女にもすまないのだマリコにも執着は多分にある しかし、マリコは自分から離れていったのだ。その悲しみから自分を救ってくれようとしたのが、あの女だ。そうだ。あの国衣の女が何者であろうとも、自分は、あの女の行為に背くことはできないのだ。どうだ決心がついたのか言わない僕は断じて言わないのだ何 国際寺の右手がさっと動いた。と思うと恐ろしい注射の針が金井の腕にひやりと触れた甘い夢を見るような一瞬の気持ちついで彼は石のように重い自分の体を感じた国衣の女のあの澄み切った白金のような声を聞きながらでもその声もだんだんと遠くなって 彼は暗闇の底知れぬ垂直なトンネルの中に石のように落ちてゆく拷問悪夢のような幻の世界から金井はふと我に返ったと同時に喉からこみ上げてくる吐き気を感じた。 まるで船酔いも同然の深快さだが吐き気ばかりで何も喉からは出てこないそのはずだ胃の中は空っぽだ胃が胃を食っているようなひもじさなのだ辺りを見回すとすすけたネズミ色の壁に囲まれた蔵のような部屋である高い天井の明るい窓から青い空がのぞいている昼間だ 王をじっとこらえて静かに考えているとふいとゆうべのことが思い浮かんだそうだ自分はまだ椅子に縛られたままなのだするとあのテーブルの向こうで矢口が殺されたのだそれから自分もでも矢口はあれからどうしたろう本当に殺されてしまっただろうかそれともその時後ろでドアの開く音がして 軽い靴音と一緒に国際寺の顔が現れたやっと目が覚めたねま命あってのものだねだ眠気覚ましにこの新聞でも読みたまえ目の前にふいと投げ出した新聞を見ると赤い鉛筆で印をつけた記事がある矢口大輔氏本誌記者矢口大輔氏は昨夜12時車寄りの木と自宅門前にて 心臓麻痺のため休止した。死は昭和元年入社。警視庁詰め記者として敏腕を振るい、最近は帝都に横行するギャングの内面を探査し、目下史上に連載中であったことは読者書氏の熟知せられるところ。こう半ばにして調整を見る。誠に痛憤の至りである。うんぬん。金井が一息に読み終えると、 国際寺がそれを待っていたように、あの男は我々に戦いを挑んだのだ。しかし、筆の力で我々を征服することができると思ったのがそもそもの誤りさ。だが、君の場合は知と違うんだ。我々は君を敵とは思っていない。君から例の秘密を聞きさえすればいいんだ。だから、 まだ君を殺してはならないんだ。僕は男だ。二言はない。はは。そんなことが言える間はまだいいがね。今に言えなくなってくるよ。口さえ割ればすぐ自由にしてやるし、分け前にもありつけるんだ。どうだね。考え直してみては。だがカナイは横を向いて目を閉じたまま、 眠ったたふうをしていた国際寺の方では衰弱から来た本当の眠りだと思ったらしいつま先で歩いてそっと部屋から出て行ったそれから1時間もたった自分やはり彼らの仲間らしい一人の男が盆の上に肉の入った品料理をどっさり乗せて持ってきた空腹だった金井は自由を許された片手でむさぼるように口に入れた腹は満ちても それが一層の苦痛を与える食い物であろうなどとは考えている余裕もなかった二人前もありそうな品料理を一気に書き込んでしまって彼は初めて飲み物のないのに気がついたと同時に料理がひどく塩辛か,かったことがやっとわかった吐き気を催していた喉から甲虫が今度は急に恐ろしい渇きを訴え出した さっきの男が食器を下げに来たので飲み物のことを言うと彼はそれには答えないで金井の手を再び元のように縛りつけてそしらぬ顔で出て行った喉の渇きはだんだんと激しくなって空腹にも増した苦痛を覚え出した口の中はカラカラに渇いて熱っぽく一滴の唾も出なくなったそこへまた国際寺と留校の2人が入ってきた どうだね飯はうまかったかい飯は食ったが、水を飲ましてくれ。このままじゃ、死んでしまいそうだ。そろそろ弱音を吐き出したな。二日や三日水を飲まんでもミイラにはならないよ。ただし、あの女の名前と居所を言えや、水くらい何倍でも持ってきてやるんだがね。ま、バカな。 死んだっていやしないんだ。まだ五情を張るんだな。それじゃあ、お互いに根気比べだ。また明日のことにでもしようよ。どうですね。一つ二つ痛い目を見せてやったら。そばから止めこうが貫くそうに言うのを国際寺は手を取るようにして出て行った。 いつの間にか天窓の空が暗くなって真っ暗い夜が来たその夜が明けて朝になった喉の渇きはますますひどくなるばかりで舌も口もやけどでもしたかのようにカラカラになったせめてその舌を冷やそうと歯を食いしばって大きな息をしてみたがかえって熱を感じて苦しかったもう自由に声も出なくなった このままいれば死を待つばかりだ。この先この苦しみは幾日続くことだろう。とうとう彼は朦朧とした意識の世界に落ちてひどい悪夢にうなされだした。どこだかわからぬ谷川の岸を歩いている。目の前に整列な泉が右から左から流れている。彼はその泉に向いて夢中になって鏡込んだ。と、 たちまち水は砂の中に消えてしまった明るいレストランで冷たいビールを受けていた泡立ったビールがコップの周りに溢れている彼がそれを口に運ぼうとすると液体はそのまま炎となって燃え上がったマリコマリコ彼は夢の中で彼女を呼んだと それに答えるように耳元で声がした。鉛の団子をどこへやったしかし彼はもう目を見開くだけの力もなかった。欲しいものはただこんとした眠りであった。が彼らはその睡魔を利用して夢うつつのうちに家内の口を割ろうというらしく、入れ替わり立ち替わって彼の眠りを妨げた。 もう彼は昼と夜との見分けさえつかなくなっていた単なる喉の渇きだけではなく体に異常を呈してきたのだそこで初めて水が与えられ両手の自由も許されることになった初めは飲んでも飲んでも体に水が回りきらない気持ちだったそれでも軽い食事をとってしばらくすると幾分人心地がついてきた しかしひどい衰弱はすぐそのあとから恐ろしい疲労と睡魔を誘うて彼はウトウトと深い眠りに落ちていった監禁されてから幾日目かの夜が明けると飲み物を添えた朝食が与えられた彼は打って変わったもてなしを不思議に思いながらそれでも快く喉を通したとかぜんそのあとから 恐ろしい報いが来た国際寺と一緒に2人の仲間が細長い2枚重ねの板を持って入ってきたと思うとかないの両手を押さえつけて左右の親指を有無を言わせず2枚の板で挟んでしまった君はちとだんまりやすぎるようだから少し口をきいてもらおうと思うんだこれはかかったらどんなむっつり屋でも。 おしゃべりになるんだね。その声が終わらないに、仲間の一人が板の一端にあるねじ釘をぐいっと回した。すると二枚の板がぎゅーっと二本の指を押さえつけた。釘を回すにつれて板の圧力が加わり、指は今にも砕けるような痛み方だ。言わんかこれでも 金井は歯を食いしばってうなった涙が頬を伝って落ちただが彼らは手を緩めようとはしなかったまだ言わんか。親指はもう骨ごと砕けてしまったかと思われたしかし金井はきっと歯を食いしばってついに口は開かなかった国際児を中心に 三人が何事かひそひそと話し出した。家内の工場我慢さにさすがに彼らも驚いたらしく、次に取るべき手段について相談をしているのだった。そのうちに一人が国際寺の耳に何事か囁くと。なるほど。そいつは名案だ。じゃあ、早速それに取りかかろう。どんなうまい考えが浮かんだか。 三人は金井の手から攻め道具を取ってのけると急いで部屋を出て行ったそれから二日目の夜も十時近い頃であったずっと元気を取り返したものの戒めの身を愛も変わらず椅子の背に寄っかかった金井が 真っ暗い部屋の中にうとうとしていると突然廊下に騒がしい足音がしてギャングの仲間がどやどやと入ってきた「明かりをつけろ明かりよ」「金井のそばで国際寺の声がすると誰かがパッとマッチを吸ったやがてろうそくがともされて部屋の中にほの白い明かりがポーっと流れた瞬間金井はハッと息を吸った」 細長いテーブルの外れにいつかの晩矢口が殺されたその椅子の上に様相をした若い女がなよやかな体を二人のギャングにつかまれてもうどうする力もないらしく顔をうなだれたまま身動きもせずに腰掛けている一体どうした女性だろうそしてその女を彼らはどうしようというのだろうが それ以上考えている暇はなかった。国際児が何か一言言ったと思うと、ギャングの一人がいきなり女の手を取って、ぐいっと後ろにねじ上げたのだ。女が恐ろしい悲鳴と一緒に、のけぞるように顔を上げた。その声、その顔。意外。それはマリコではないか。そうだ、マリコだ。確かに彼女に違いない。 身をもがいて救いを求める悲鳴。苦悶の顔色。どうしてそれを見ていられよう。やめてくれ話す何でも話すたまりかねて、カナイはついに声を上げた。国際寺の顔に、まずほっとした勝利の微笑が浮かんだ。マリコが放たれた手を顔に当てて、崩れるように椅子に倒れた。 死んでも言うまい。どんなせめくにも耐えてゆこう。そうした固い決心も今はついに砕けてしまって、金井は聞かれるままに全てを語った。電話で呼び出されて、麹町の花村女学院の近くで不思議な会見をしたことから、横浜へ行って花勝から鉛の片方を受け取ったこと、それから病院での再度の会見、それに、 15日の夜の8時に図子の船木別荘で会う約束があることまですっかり話をしてしまったギャングたちは意外な面持ちというよりもむしろ呆然として家内の話を聞いていたそして後からこまごまと根掘、ね、り葉掘りいろんなことを聞いていたが「よろしい大体いい聞くだけは聞いたようだ」では約束通りあの女は許してやる。 しかし、君の方は、今の話が事実かどうかを確かめて、それからだ。じゃあ、止め子、その女を自動車で送ってやれ。マリコを引き立てて、一同がどやどやと出て行くと、カナイは、椅子の上にぐったりとなって、男泣きに泣いた。自分は、あの女を裏切ったのだ。それも、今はもう自分を愛してもいないマリコのために。 あの女は自分を信じ自分の力に頼っていたそれをあのマリコのために裏切ってしまったのだそしてその結果はあの女の上に恐ろしい魔手が落ちかかるに決まっているせめてこれを救うことができるならでも今の自分には彼女に危険を知らせる手立てもないのだ 金井は開墾と奉納に身をもたえながらそれでもいつの間にか浅い眠りに落ちていたと不意に彼は目を覚ましたどこかで自分の名を呼んだような気がしたからだ金井さん !2 度目の声にハッとして振り返ると誰かしら自分のそばに立っているさ早く見つからないうちに 言うより早く黒い影が金井の手を取って引き立てた。金井はつと立ち上がった。胴体を縛った綱がいつの間にか解かれているのだ。縛られた足も。こちらです。私の後について。発金のような優しい声。間違いもない。あの女だ。国衣の女だ。あなたでしたか。 僕は、僕は、あなたに。わかっています。それよりも、早くこちらへ。暗い廊下のどこをどう通ったかわからなかった。ドアを押して外に出ると、もう夜明けに近い薄明かりの中を、植え込みの中を縫いながら、くぐりらしい古門の前まで走ってきた。ここを出て、まっすぐに右へ行くのです。それから、 お宅へは帰らないで。彼女はそう言ってくぐり門を開けて金井を外に送り出すとそのまま板戸を締め切った金井は彼女に詫びたかった彼女の信頼を裏切って大切な秘密まで漏らしたことを謝りたかったしかしそこにはもはや厳重な戸が2人の間を隔てていたそ当と板戸を叩いてみたが返事はなかった 彼女は後へ残って何をしようというのだろうでもせっかく助け出してくれたのにまごまごしていてギャングの仲間に見つかっては彼女の行為を無にするだけだ彼女には15日の前にまた会う機会があるかもしれぬ金井は言われた通り右に向いて歩き出した道の両側にレンガの塀が続いた嫌に寂しい通りを抜けると朝もやに包まれた大きな森が きに目の前にのけてきた。ここはいったいどこだろう足を止めて辺りを見回していると明け方の空に白い大きな建物がふんわりと浮き出してきたなんだか見覚えのある建物のような気がしてじっと目を留めるとそうだ上野の美術館だすると自分は今上野の森にいるのだ そう思うと張り切った気持ちが一時に緩んでひどい疲労と安堵から彼は目の前のベンチにべったりと腰を下ろした小鳥がどこかで泣き出した眠りから覚めかけた都会の雑音が後ろの隣のように響いてくる金井はぼんやりと夜明けの声を聞きながらこれからのことを考えていると 不意に背後の方から靴音が聞こえてきたので振り返ったと動物園の塀に沿うてスタスタと歩いていく様相の女見ると横顔ながらどうやらマリコのようである彼は慌ててベンチを立つと「マリコ僕だ僕だよ!と」とよろめきながら後を追った 女はちらと振り返った。がただそれだけでかえって足を速めながら動物園の前まで行くとそこに彼女を待っていた自動車の中にふいと姿を消してしまった人違いだったろうか金井は消えてゆく自動車の跡を見送りながらつぶやいたいやそんなはずはない確かに マリコに違いなかった闇の乱闘ズボンの隠しに若干の金が入っていたのを幸い軽い朝飯をとり戸を開けたばかりの用品店へ飛び込んで間に合わせのハンチングを求めてやっと人並みの姿になった金井はそのまま日比谷行きの電車に乗って日比谷ホテルに落ち着いた。 うちへ帰っては危険だとあの女が言ってくれたそういえばマリコのアパートも危険であるそれにマリコはもう自分をかくまってくれるだけの好意は持っていないだろうするとホテル以外に身を置くところはなかったのだ何はあれ一眠りしなくてはカナイは部屋へ案内されるとそのままベッドに横になって ぐっっっすりと眠ってしまったそして目を覚ましたのはもう夕方近い頃だったそれでもまだ眠り足りない気持ちだったが空腹を覚えたので食堂へ降りて行くとテーブルの上にあった夕刊の日付がふと目に留まった12月16日金曜日彼はハッとして今一度目を近づけた 確かに12月16日だ。夕刊の日付は翌日になっているからまだよかったのだ。すると今日が約束の15日。時計を見ると5時半過ぎだ。ギャングの手に捕まってからは昼と夜とのけじめもなかった。でも考えてみると、病院に2日、渋谷から上野へ移されて4、5日の日は経っていよう。 いずれにしても約束の時間は今夜の8時だまごまごしてはいられない金井は慌てて飯をかき込むとそのままホテルを飛び出したギャングの方ではどうせ手を回しているに決まっているその中へ飛び込んで行くのだから時間があればこっちもそれだけの覚悟をしてかかりたかったしかしもうそんな時間の余裕はなかった彼は23の買い物をポケットに詰め込むと 新橋から横須賀行きの電車に乗った逗子の駅へ降りたのはそれでも7時ちょっと前だった駅前の車ャを押さえて船木さんの別荘はと聞くと線路を五六丁逆戻りして右手へ入っていくんですがしかしあの別荘は今空き家になって誰もいませんよそうかね いや僕はその近くへ行くんだが金井がそう言って踏切の方へ歩きかけると後ろから中折れ棒をかぶった一人の男が「船木さんの別荘ですかとても途中が暗くて大変ですよ。私もあちらへ行くからご一緒に参りましょう」と声をかけて近づきながら肩を並べて歩き出した。 洋服姿ではあるが勤め人のようには見えずなんだか一癖ありげな顔つきをした男であるもしかするとギャングの仲間じゃないだろうか金井はふとそんな気がしたしかし一つ二つ世間話をしてみるとそんな風にも思えなかったでもそれとなく用心しながらついていくとその男は線路に沿うた道を右に折れて つま先上がりの小道を23丁も来た自分急に足を止めて右手にたった一軒ぽつねんと立っている暗い建物を指しながら「これですよ船木さんの別荘は」と小声でまるでささやくように言ってからチーっと辺りを見回しだしたその様子がいよいよもって変なので金井もためらいながら立っているとその男が不意に「 おやっと低い叫びを上げてきっと建物の方をにらみつけた真っ暗い建物の窓にぽーっと薄い明かりがさしたのだがそれはすぐ消えて今度は次の窓に明かりがともったと今度はな井が思わず「いやと声を上げたかがり火のついた窓の外を 一人、二人。まだその後から黒い影が横切って通るのがはっきりと見えたからだこっちだこっちから回らなくちゃ駆け出そうとする金井の手をそばの男が引き止めるように掴んでいた畑の中の小道を崖のような傾斜を金井はその男の後ろから息を弾ませて這い上がった静かに 音を立てないで。そう言って胸の高さほどある生垣をひらりと飛び越えたその男の後ろから金井もやっと別荘の庭へ足を入れると明かりのついた窓際へ入い寄るように近づいた息を呑んでそーっとガラス戸越しに目をやるとここにもまた電灯代わりのろうそくの火がゆらゆらと青白く燃え上がる薄暗い部屋の中に「これは意外。 入り口のドアを背にして両手を高く上げたまま三人の男がこっちを向いて立っている見ればなんとそれは眼鏡をかけた国際寺を中央にあの留うと猫背の男の三人なのだそれにしてもこっちにいるのは誰だろうナイがつと右手の方を覗き込むとすぐ目の前の壁際に 小型のピストルを右手に持って、ベールに包んだ横顔をちらと覗かせている様相の女。帽子からコートから黒ずくめの。では、やっぱりあの黒衣の女だったのか。金井の耳に、その時初めて窓を漏れる彼女の声が聞こえてきた。真ん中が国際寺のヘンリーさんで、ドクロ団の狩猟でしょ あとのお二人は手下なのね。ご苦労様に、きちんと時間もがえないでよくいらしてくださったわね。私、お約束をしたわけではないんだけれど、宣告からお待ちしていましたのよ。それはあなた方に、あの宝石のことをご報告したかったからなのです。真っ先に、結果からお話し,しますわ。せっかくここまでいらしてくださったけど、 あの宝石はもうとっくに元の持ち主の手に帰ったのです。今頃は大方、商尾堂の金庫の中へ入っている自分でしょう。探し出したのは無論私よ。どうして探しでしたかそれもついでにお話をしましょうね。商尾堂から宝石を盗み出そうとした元々の首謀者は、2、3年前に死んでしまった山口とかいうあなた方の大親分だったそうですね。 ところが手下の小畑がその計画を裏切ってあの花活とグルになって一足先に盗み出してしまったのであなた方の親分はすっかり怒ってしまって小畑が刑務所から出てきたら殺しちまえと遺言までして死んでいったというんでしょうそれであなた方は小畑が出てくるのを辛抱強く待っていて親分の遺言を果たすと一緒に 小畑が宝石を隠した場所を突き止めようとしたんだが一歩手前でお気の毒にもその秘密の鍵が偶然私の手に入ったのです私は小畑が殺された新聞を読んでいたのであの鉛の中に何か秘密があると思って花活の手から譲り受けた分と二つを調べてみると中から鍵が一つずつと宝石のありかを書いたものも一緒に出てきたのです つまり小畑と花活はせっかく宝石を盗み出したものの警察の目が厳しいので処分に困った挙句2つの鍵がなければ開かない仕掛けの小型金庫に宝石を入れてこの別荘の裏手へそーっと隠しておいたわけなのですそして今も言うとおり2つの鍵を別々に鉛にくるんで警察の警戒が緩むのを待つうちに小畑が捕まってしまったため 宝石はそのままになっていたという筋道です。それを偶然私が探し出してしまったので、あなた方には大変お気の毒なことになったんですが、もうこうなったらすっかり諦めてしまって、古い言い草だけど、おとなしくお縄をいただいたらその時、国際寺のそばに立っていた留米子校が何か驚いたようにひょっと後ろを向いた。と、 いつの間にかそこへ来ていた45人の刑事が「御用だ!」と噛みつくように怒鳴りながらどやどやと3人に向かって飛びかかったいきなりテーブルがひっくり返ってろうそくの明かりが消し飛んだと同時に真っ暗闇の部屋の中にののしりわめく声と取り組み合いの物音がごっちゃになって聞こえだした 金井が入り口を探しながら夢中で家の中に駆け込んだ時はもう5人の刑事が国際児の仲間を取って押さえて1人の刑事が懐中電灯で部屋の中を照らしながら倒れたテーブルを引き起こしてろうそくの明かりを灯していた金井の目が薄暗い部屋の片隅に小さくなってうずくまっている女の姿をやっと見つけた僕です金井です 怪我をしたんじゃないですか。金井は国衣の女がきっと怪我をしているのだと思って急いで駆け寄りながら声をかけたと彼女はつと表を上げて金井の手につかまりながら立ち上がった大丈夫ででですすか。か。はないんですか懐中電灯を持った刑事が心配そうに2人のそばに近づいて彼女の顔から胸の辺りへ明かりを向けた。 ええ、ちょっとテーブルの端が触っただけです。大丈夫ですわ。その声が、なんだか国衣の女とは違うようだと思って、カナイは明かりに照らされた彼女の顔を初めて見た。と、それはなんと、国衣の女とは全然別の、自分の恋人、マリコの顔ではなかったか。いや、君は、 ナイが思わず息をのんで驚きの声を引きずらせたいやそれは驚きという以上にナイには到底信じられないことだったあなたまで騙してしまってすみませんでしたよねでも 敵を欺こうと思えばまず味方を欺けと言うんですからごめんなさいねそれも元とはといえばみんなあなたを思ってのことですわ三人のギャングを取り囲んで刑事たちが東京へ引き上げていくと金井とマリコは駅から呼んだ自動車を寿司ホテルに乗り付けて疲れた体を会場の一室に憩いながら静かに語り合っていた私はあなたが あまり物事にあっさりしすぎて仕事をやり遂げる執着心が足りないのを前々から物足りなく思っていたのです。そこへまた、最後の仕事を投げ出しておしまいになったと聞いて、いい機会だし心を入れ替えていただくつもりで散々あんな愛想づかしを申し上げてそのままお別れしたのです。でも私もなんだか気持ちがむしゃくしゃしたので、あれから新宿へ行ってぶらぶらしながら帰りかけると、 あなたはお気がつかなかったようでしたが、テー座の前であなたがあの小畑に何か頼まれていらっしゃるところをふと見かけたもので、それから見え隠れにあなたの後をつけていって、小畑が殺されているところも見たのです。それでなんだかあなたのことが心配になって、あんな手紙を届けておいて翌日を待っていると、あなたがいらしてくだすってあのお話です。私は、 これはきっと新聞記事の通り小微道事件に関係があると思ったのであなたと四谷見つけでお別れするとその足ですぐ帝都新聞の矢口さんを訪ねてみましたするとやっぱりそうらしいので一つあなたを助けて一仕事してみようそれには今も言った通り自分を隠してかからねばと思ったもので電話であなたをお呼びしてわざわざ声の調子まで変えてあんなお芝居をしたのです 麹町のあの家は私の関係している新劇団の研究所で市岡さんのお屋敷の一部だったんですがあの前から貸し屋になっていたのを市岡さんにお頼みして一晩だけ貸していただいたのですそれから花活のことは上海県を調べてあなたがいらっしゃるちょっと前に私がどころ団の仲間のような顔をして電話をかけておいたのでしたそれからのことはもうあなたにもわかっていらっしゃるはずですわ でも、あの上野の早業はええあれは私誘拐されてると知って連れられて行ったんですのそれはあなたが横浜の病院へも帰らないと言うしきっと彼らの手に捕まっていられるだろうと思って探りがてら彼らを図子へおびき出してやろうと思ってのことでした行ってみると思った通りあなたは監禁されているしそれに 都合よくあなたが今晩図子で会う約束だと言ってくださったので私は許されたのを幸いすぐ引き返してあなたをお助けしたのですでも動物園の前では失礼しましたのね大切の前の庄司だとは思ったんですけれどグタグタに疲れたあなたを後ろへ残して自動車へ乗った時は本当にすまないと思いましたのあれから私警視庁と消備堂へ出かけて わけをお話ししておいてこちらへ来たのですそして別荘の裏山から金庫を掘り出すと消火堂の方に渡しておいて警視庁の刑事さんとギャングが来るのを待ち受けていたんです私たちはこれで10万円の賞金がもらえるので働きがいもあったんですがでも矢口さんはお気の毒なことをしましたわね賞金をもらったら矢口さんの遺族の方にもお分けして 残りで、今度こそ立派な仕事を始めましょうね。